オリンパスライブスタートです。皆様こんにちは。こんにちは。こんばんはかな、見てる人にもいるね。こんばんは。こんばんみ。こんばんみ。ですね、ちょっと待ってフォトルージュですね、はい。秋の江戸東京建物への撮影散歩の好評会を本日お送りいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。講師の方はですね、おなじみの写真家の川野京子先生になります。よろしくお願いいたします。はい。そしてスタッフの方は私、フォトジョー高山になります。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ということで今日はですね、秋の江戸東京建物園を撮影散歩ということで、はい、武蔵小金井の小金井公園ですね、はい、小金井公園にある江戸東京建物園での撮影会となりましたが、先生いかがでしたでしょうか。はい、楽しかったですよ ね、 盛り上がりましたね。はい。私2回目だったんですけど、建物園に行ったのが、ね、うん、でその時は1回目はなかなかちょっと楽しい、まあ、まだねこう個人的にまだ楽しめる要素見つけられてなかったんですけど、2回目行った時はあこんな楽しい場所だったんだって、すごくね古い歴史ある建物がたくさんある中にこう商店街を再現している場所であるとか、うんうん、実際に古民家を、ね、移築して、まあ、そこでかやぶきの屋根をいぶしていたりとか、かなりリアルな再現が、うんうん、あってですね、まあ、その世界の中に入り込む？入り込む？やだなんでいきなりドルビーサウンドなの？はい、っていうのがね、目を見ながら言われたから、はい、すごく面白い場所でですね、まあ、皆さんにもそういったところを、まあ、楽しんでもらったり、あと、まあ、秋ということでね、少しこう、うん、光もね、そう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 、いい光になってきたということで、まあ綺麗な光も見つけてみましょうという、そんな感じで今回はね楽しんで、はい、皆さんに撮影していただきました。今回のテーマもね、はい、時代を超えて存在する美になっております。私たち時代を超えられましたかね。はい、皆さん時代を超えてるはずです。はい、はい、まあ、それは最後の最後まで見ていただくと、そうですね、今日は最後の最後まで見ていただきたいですね。はい、結構すごい、はい、衝撃映像が、はい、衝撃映像が用意されてますからね、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで早速ね、今回も先生の素敵テキストをもとに、はい、進めていきたいと思います。はい、こちら今回はねヴィンテージを、はい、おすすめの撮影設定として撮影会がスタートしましたね。はい、そうですね、まあ、やはり歴史あるレトロな雰囲気がまさしく今回ね、うんうん、アートフィルターのヴィンテージ、特にタイプ1ですね、今回使わせていただいたのは、うんうん、がすごくね合っているなと思いまして、まあいつもはですね、どちらかというとちょっと明るめにふんわり撮ることが多いんですけれども、まあ、今回はその場所の雰囲気をより生かそうということで、もうアートフィルターに甘んじて、うん、はい、むしろそのフィルターを、生かせるような光とか場所を捉えていただくように、まあ、今回は指導させていただきました。はい、ありがとうございます。では早速ですね、はい、応募作品の公表会を先生にお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあお一人目の方からですね。はい、はい、お一人目がですね、はい、ニックネームが、リツさんですね。はい、タイトルの方がビロード、はい、コメントが階段からかかっている赤い絨毯のしっとりした質感が綺麗で惹かれました。階段に対してどのような切り取り方をしたらいいのか難しかったのですが、いろいろと撮影してみて一番気に入ったものを投稿しました。はい、初めての参加でしたがとても楽しく勉強になりました。ありがとうございました、ということですね。はい、いいですね。またこのね、初めて参加の方うまいですね。なんかね、この床の反射とかね、うん、絨毯のこう光の当たってるところと影の部分とのなんかこうグラデーションとか、ちょっとねしっとりとした感じが伝わってきますね。うん、まさしくビロードの質感がとても綺麗に引き出せているのではないかなと思います。はい、でですね、こちらはまあヴィンテージですね、先ほどちょっとお話ししたアートフィルターですね。で、露出がマイナス 0.3 ということで、今回ヴィンテージ使っていただくにあたって
ちょっと明るめに撮るよりも露出マイナス補正していただいた方が綺麗なそのヴィンテージらしい色味が出ると思いますよっていうようなね、うんうん、お話をさせていただいたんですよね。でそのヴィンテージらしい色味っていうのはまあ一瞬見た時にこう温かい色味がかぶるというのと、あと少しこうシャドウの部分ですね、暗い部分に少しブルーがかった色味が入ってくるのがね、とても深みのある印象になりまして、うんうん、でそれを明るく撮ってしまうとその深みのある色がねなかなか出てこないので、まあ、そういった意味でちょっと暗めに撮ってみてはいかがでしょうかってことだったんですが、この場所またねすごいぴったり合ってますね。そうですね、床の反射とあとちょっと奥の反射も2つね床面に反射があるんですけど、手前の方がちょっと暖色で、で奥の方はちょっと寒色で、なんかちょっとその色の ね、はい、反対色同士が入り込んでいるっていうのも面白いですし、あとちょっとこうヴィンテージで撮ることによってこういう暗い部分でも少しシャドウの暗い部分が少し持ち上がってくるような印象で撮れるので、まあ、こういった場所で撮るときにね、うんうん、黒つぶれしにくいっていう、まあ撮り方もできるのでとても合っているなと思いました。で対角線でね捉えられていて、そのビロードの絨毯がその階段の奥までねつながって、上にねどんどんこういつまでもこうのぼあのなんていうのか敷き詰められているような印象で捉えているのもまた素敵ですよね、うんうん、説明的じゃないというか一部分だけ切り取られていて、でここを見せたいっていうのがねよく伝わってくる、捉え方ができているなと思いますね、はい、大胆なポーズでいいですよね。そうですよね、まあ、普通そのやっぱり絨毯取ろうと思うと何ですか、絨毯と階段ですかね、うん、だから階段の奥の方まで取り、まあ、取ってもいいんですけれども、それはあえてその2階の部分を見せないっていうところが想像力をねかきたてる、取り方になっているなと思いますね。いろいろ切り取られている中でのまあ自分が良かったと思う一枚でまさしくその通りだと思います、はい、シャッター速度はね8分の1秒ということで、ね、そうですよね、頑張りましたよね、頑張りました。で1600感度が1600なので、まあうん、まあ、ここのね画面で見てる分にはまあそれほど目立たないとは思うんですけれども、まあやっぱりこれをちょっと拡大しようとなってきた時にはやっぱ手ぶれがおそらく見えてくるはずなので、まあちょっとシャッター速度遅いなって、まあもともとね撮る時にカッシャとか言うと思うんですけど、うんうん、まあ自分の1秒だったらまだそんなにあれかな、まあ、でもちょっとなんかシャッターの落ちる音が遅いかなと思ったら、うんうん、ISO 感度 ISO 感度をちょっと上げて、うん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 、まあせいぜいまあ倍ぐらいにしてあげれば15分の1秒ぐらいまでは上がると思うので、うんうん、まあそしたらまあもうちょっと手ぶれが防げるとは思うので、その辺もね意識してみられると良いかと思います。はい、はいはい、そんな感じですね、とても素敵です。はい、ぜひねまたご参加いただけたらと思いますので、リスさんまたお待ちしてますね。はい、お待ちしてます、ありがとうございます。パチパチパチ、いいですね、時代を超えた美ですな、確かに、はい確かに、はい、次の方ですね、はい、よいしょ、続いての方はニックネームふかふか18さんですね、はい、タイトルカラスが鳴くから帰ろですね、かわいいですね、はい下町の空き地、夕暮れ時、はい、一人また一人と友人につきます、はい、帰るよ、おばあちゃんが迎えに来ました、うん、また遊びた、まだ遊びたいけどまた明日、うん、暗くなるまでずっと遊んでいたかった子供の頃を思い出す場所でした、うんうんうん、撮影時はもっと昼間っぽい色でしたが夕暮れにしたくて、うん、ホワイトバランス7500ケルビンに変更しましたということですね。はい、はい、こちら特にフィルター使われてないですけれども、先ほどねホワイトバランスをまあその日陰ですね、おそらくはね、うんうん、にしたことでかなり温かみのある色のフィルターがかかってますよね。でそれによってその表現したかった夕暮れ時らしい光の印象を作り込んだということで、とても自分のこう心象風景をうまく、
表現に生かし設定に生かしながら捉えられているなと思いますね。またこの、うんうん、あのお子さんのね土管の上でこう遊んでるお子さんのこのハイライトのね入り方がねすごくかっこいいですよね。いいですね、ピシッとね、綺麗に、あの輪郭のところに光が当たっていて、ちょうど背景が暗いなんて言うんですか、あの建物の部分にかぶっているので、うんうん、よりこう輪郭がキラッと、目立つ、一枚に仕上がっているなという感じですね。狙ってたんですかね。そうですね、すごくね、いい瞬間ですよね。結構望遠ですかこれは。そうでもないんじゃないですか。土管の感じを見ると、まあでも45ミリですね。F1.2 ですね。道理で美しいと思いましたね。なんかやたら綺麗だなと思って。そうですよね、すごく綺麗に捉えられてますよね。まあ、あの土管があるっていうこと自体がまたね、そうそう土管ね、はい、前のゾーンで、ね、あのここ空き地だったんですよねそう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 、で本当に土管、あのいわゆるあのドラモンが、ドラピーモンがねドラピーモン、あのよく遊んでる、そう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 、あの空き地の土管をちょっと再現してるようなところじゃ、うんとかね、リサイタルしちゃうとようなね、うん、そう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 場所で、うん、あのすごくその場所自体もすごくノスタルジックな場所ではあるんですけど、あのちょうどねうまく逆光を利用して、あの向こう側が明るくなるような、はい、家の捉え方をされているのもドラマチックにね、うん、撮れたということで、うまく光を捉えられているなと思いますね。そうですね、うんうんうん、F 値 1.2 だもんね、相当狙ってたんですかね。そうですね、ちゃんと男の子の足の、うん、おそらく足のあたりにピンときてるんですよね。だってしかも結構ちゃんと構図をまとめてねいるじゃないですか、うんうん、しっかりこう土管のね、あのなんて言うんでしょうね、こう並べ方とかリズミカルにこう、うんうん、ちょっとあの大きいのが真ん中、うんうん、左右寄りに来て、でもちょっとなんか両端が少し入り込んでくるような、ね、しかも同じ位置にないから奥行き感がね、そうなんですよね。なのでね、すごくあのちゃんと構図も作っているんだけれど、まあその足の、あの形とか瞬間狙っていらっしゃるので、まあ、それはすごくね、あの見てて気持ちいいなと思うようなところです ね、ちょうど向こうにも人いるしね。そうですね、まあ、すごくいいと思いました。特筆するべきはまあでもそんな感じですかね。うん、背景のボケがやっぱり効いてるのでね、45ミリのね、1.2 のね、浮き上がりがすごく地味ボケが ね、 ね、はい、すごく綺麗ですよね。男の子の産毛まで見えませんか。本当ですよ、産毛っていうかすね毛っていうか、うん、見えますよ ね、 ね、本当ね、これちょっと拡大してね、もっとこう見たらすごくグイ、おお。おお、すね毛やまだ生えたてやでね、すごいです ね、 ね、いやすごい綺麗だなと思います。露出もほんとちょうどいいですね。綺麗ですね、いい感じですね。大変大変、はい、いやすごく素晴らしいです。はい、言うことないかなと思います。はい、まあ、そんな感じですね。またコメントもね、ね、いい感じの、帰るよ、おばあちゃん迎えに来るんだね。そうだね、ふかふかさんのおばあちゃんだったのに迎えに来たのだね。なるほどですね、でもノスタルジックな雰囲気がすごく伝わってきて素晴らしいです、ね、素晴らしい、はい、いい場所でね捉えられましたね。人を入れて、あの、うん、ちゃんと土管だけじゃなく、うんうん、はい、あの自分でストーリーを作り込んで、うんうん、捉えられてるのはすごく良いと思いました。はい、はい、ふかふか一夜さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい写真や、素晴らしいですね。そそ、じゃあ続いての方ですね。はい、そうしましたらニックネームが、のりこ LTD さんですね、社長ですねはい、タイトルが銭湯の兵隊ということで、コメント、水道と床の模様が等間隔に綺麗に整列する兵隊さんのように見えました。はい、お願いしますということですね。面白いですね、発想が面白い。そうなんですね、いつもこののり
こう LTD さん、はい、まあ、あの会社名のような、うん、ニックネームでいつも社長と呼ばせていただいてますけれども、はい、あのそのものをなんかこう人に例えるのがうまかったりとかっていうのはなんか前からちょっと感じてはいたんですけれども、あの銭湯の兵隊、まあ、その整列する様子からっていうのがねすごく面白いですね、うんうん、まあ、このレトロなねあの銭湯のね、うん、あの建物がの中に入ることができて、まあ、実際あの湯船があったりとかね、あのいわゆる銭湯といえば富士山の、うんうん、壁画が描かれたりしている、とてもあの素敵なレトロなお風呂屋さんで、そこのそのまあ特徴的な部分であるそのなんていうんですか、水道、うん、蛇口をなんかこうね、あの羅列している様子をうまくこう対角線でこう 奥にずっと長、うん、あの並ぶように捉えられていて、しかもあの一番前のね水道にピント合わせるんじゃなくて2個目ぐらいのところにねピント合わせると、前一番前のね水道がね、うん、前ボケして、でまた3個目以降がまたボケていくっていう、そのボケのサンドイッチによってより奥行き感のあるねあの描写になるわけですよね。なのでこのピント合わせる位置もまたねあの憎いなぁと思うところですね。はい、でこれマクロなんですね。30ミリマクロで捉えていて、で富士山展が開放で捉えてますけれども、まあ、シャッター速度40分の1ってことで、まあ、特に、感度設定とシャッター速度に関しては特に問題ないですよね、うんうんうん、すごくね、バランスよく取られてるなと思います。露出もマイナス 0.7 でちょっと暗めではありますけれども、まあ、そのしっとりした感じも、まあ、ちょっと閉店間際のお風呂、閉店後のお風呂みたいなうん、うん、ちょっと、ね、静かな様子が、空気が佇んでいていいんじゃないかなと思いますね。はい、銭湯の兵隊ね、うん、面白いですよね。なんかちょっと腕に見えてきますね、こう頭と腕みたいな、すごいですね。なんかちょっとあの 某夢の国みたいな、こういきなりこうね歌い出すみたいな、そういう感じの雰囲気がね。なるほどですね、はい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 、なんならなんかここに誰か座ってほしいですね、うん、そうねいや誰か、そうすると銭湯の兵隊じゃなくなっちゃうんですね。そうですね。でタイトルとね、でなんかテーマとね合わなくなってきちゃうのはねいかんですね、うんうん、はい、まあ、でもそのね捉え方すごく素敵だなと思います。このタイルの部分の映り込みなんかも素敵ですし、うんうん、まあ、こういったねあの蛇口のキラッと輝く部分なんかもねすごく綺麗で、まあ、今回その光を捉えましょうって言ったところもあったんですけれども、まあ、光っていうとどうしてもね光源だけ見てしまうっていう方もいらっしゃるかと思いますが、光っていうのはそこだけじゃないよということで、まあ、映り込みであったりこういう ねハイライトの部分っていう ねものが光る部分とかね、グラデーションとか、まあ、そういったところをねよく見て捉えられているなと思いました。とても綺麗に、はい、構図もバッチリで良いと思います、ね、はい、とこの撮ってる角度がね、はい、気になる。社長がどういう格好してるのか結構気になる結構これ辛い姿勢してますね多分ね。そうですよね、かなり低いんで ね、うん、低いね、これね、はい、かなりさすがです社長、はい、しゃがんで、はいはい、大体四頭筋を使ったのではないか細かその先生筋肉面にこう詳しすぎるからどこいやそれしか分かんない、大体二頭筋はい、まあ、そこしか三頭筋分かんないですけど、はいはい、じゃあ、はい、ゆうこさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、またお待ちしてます。はい、では続いての方ですね。はい、よいしょ。で続いては、はい、まゆみんさん、ありがたいですね、カッコつけていただいてね、はい、読みやすいですね、タイトル、あの日の風景と、はい、古いレジに目が止まり、このイロハにホヘトはどう使ったんだろうとレジを使っていた当時の状況を思い浮かべました、はい、
先生に途中でアドバイスいただいてもっと寄って光を意識して撮り直した写真です、はい、今回初めての参加でしたが、キョン先生、高山さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。初めての方々お上手ですね。はい、このまたね色味いいですよね。もちろんフィルターヴィンテージ使われているんですけれども、ね、まあ、その背景のね色味がねまたこう、うん、赤があったり青があったりで、あの手前の光はちょっと黄色みがかっていたりっていうところで、なんかすごくなんか、色味のある、うんうんうん、でもなんかその色味がまたレトロなね、うんうん、印象でとてもなんかちょっと目がパッと惹かれるかなというような、ね、うん、色使いでとても面白いです。であとご本人がねおっしゃっていた光ですよね、うん、ちょうどねそのお話聞いてたんですけど、ネジのこう穂のあたりの、うんうん、あのちょうどピラキラッと輝いてるハイライトの部分です ね、 いいですね。このカーブしてる部分の ね、 ここね、はい、そういうそこですね。そこにこう角度ちょっと低い位置から見てみたらそこがキラッと輝いたんですよねって言ってご本人がおっしゃっていて、でそれですごくいいなと思って撮ったんですっていう風にお話ししてくださったはずだなんですけど、うんうん、まあ、それがねまたすごくキラッと輝いてる部分と、あとその何ですか、ボタンの部分のこうちょっとこう光が当たっている部分と影の部分の陰影とか、うんうん、なんかすごくこう惹かれる部分がありますよね。確かにこれどうやって使ったんでしょうね。ヘトチリヘトチリ、どうやって使うんですかね。ほの何番とかそういうふうに言ったんですかね。ヘの何番みたいな感じで。そういうことなんですかね。ちょっと誰か教えてほしいですけどね。ちょっと誰か天の声さん調べてもらえませんか。天の声、こういう時に使うんですか。そうです、そうです、あのテレフォンなんで、テレフォンはい、でもピントを合わせる位置もねこういうのってねまた悩ましいところで、その何かこう自分と的にこうなんかゆかりのある文字とか、うん、あとはその一番キラッと輝いて光ってる部分であるとか、そういったところを狙ってピントを合わせたりするといいですよってお話ししたんですけれども、うん、まあ地が気になったんですかね。そうですね、これ昔やたらキラと思ったら 25mm の 1.2 ですね。そうですよ、来ましたね。気づきましたね。やたらキレイだなと思った。うん、これ 1.2 だな、これ綺麗だもんな、これほんと綺麗ですよね。うわー、とかな、とですね、うん、とが気になったかな。はい、すごく綺麗ですね。いや綺麗だねこれね。いや綺麗だ、色がまた最高ですね。これね、後ろの背景のあの雑貨店の、そうです、あの醤油屋さんのおそらく醤油瓶とか、あと缶ですね。あ、缶ありましたね、赤いラベルの缶とか。あ、いいボケ方しますね。そうなんですよね。まあ、ここね背景どこまでぼかすかっていうのも毎回ね課題になるんですけれども、まあもうこの場合はそのどういう場所にあったかっていうことよりもこの色のにじみを楽しみたかったので、まあ絞りも開放にして、うんうん、大胆にね、はい、開放で、うん、撮りましたっていう風なお話だったので、うんうん、まあ、そういう意図があるのであれば、うんうん、まあ、いいのではないかなと思います。その場所をしっかり伝えたいってことであるならばもうちょっと絞って、背景に何が置いてあるのかが分かるぐらいの程よい輪郭でぼかすっていうことも考えられるんですけれども、うん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 、まあこの場合はねもう完全に色を楽しまれていますので、うん、良いかなと思いますね。はい、好みの色だ、うん、ね、すごくいい色ですね、うん、光もキラッと輝いてて、うん、で全体を取らずに一部分だけ切り取るっていうことでまた印象的に見せているっていうことですね、うん、はい、なかなかねこのネジ皆さん取られていてね難しかったのではないかなと思いますが、うん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 、すごく印象的に取られていて良いかと思いました。でこれは天の声は交代が来るんですか。このねレジまだ出てくるから、まだレジ出てるからね、また後でも大丈夫ですよ。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします、ね、はい、じゃあありがとうございました。無茶振りはい、では続いての方ですね。はい、はい、失礼して
タイトルが、あ、失礼しました。ニックネームネギトロさん、美味しそうな名前だなタイトル忍び足、はい、コメントの方が川野先生、はい、高山さん、ありがとうございました、はい、初めての参加で緊張しましたが、和やかな雰囲気で楽しく撮影することができました、はい、傾きかけた秋の日を受けて、出番を待つこのような雑貨屋のネズミ捕りに、テーマの時間を超えて存在する美、美しさを感じたので、うん、この一枚選んでみましたということですね。はい、いいですね。また光のね、入り具合がかっこいいですよね。初めてさん、みんな上手ね。本当に、本当にね、色、ここね、雑貨屋さん、なんて言うんでしたっけね、なんとか、うん、そう、うん、あのね、ねずねずさんがね、ブログ書いててくださったんですよ。あら、素敵。そうなんです。あそこのお店のことが書いてくれたのかな、そうなんです、そうなんです、なんとか屋さんってなんとか屋さんすいません、金物屋さんじゃなくて、ね、なんだっけな、なんかね、ことなんか名称があるらしいです。で、そのまあ雑貨屋さんなんですけれども、うんうん、あの物がありすぎてね、そう、ガチャガチャ問題、そう、主人公見つけられない問題ありすぎると逆に困るっていう悩ましい場所でですね。で、その中でじゃあどこを切り取るかっていうことがやっぱりね、問題になってくるわけですね、うんうん、でそうした時にその光の美しい、場所を探してみるのも良いんじゃないですかと。やっぱりその場所がものが取ってっていう風に、もう訴えかけてくる場所ってやっぱあると思うんですね、うん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 、でそれはまさしく、まあ、ネズミ捕りだったという、もうまさしくこの罠にはまったというですね。そうですね、あ、うまい、うまいだね、久しぶりでした、はいはい、で、まあ、すごく本当に良い光が当たっていて、で背景また暗めなんですよね。だから余計にこのピント合わせている部分、そのネズミ捕りがすごく浮き上がってくる様子が伝わってきます。で画面を見ていると、まあ、全体的にマイナス 1.7 補正でかなり暗めではあるんですけれども、うんうん、しっかりまだシャドウの部分の質感はおそらく残ってんですよね。かなりこの金網のところとか、うん、はい、そうなんですよ、いい具合にね、はい、暗い中にもグラデーションが、背景も残っているので、すごくね、しっとりとした、まさしくね、こうこの暗がりの中で出番を待つかのようなっていうのがね、このネズミ捕り、はい、あ、絵も描いてあるんだ。そうなんですよね、本当にいい光ですよね、はい、かっこいいなと思います。で、こちらはまあ 17mm の F1.8 で撮られて、1.8 もいい仕事するね、撮られてますよね、うん、かなり広角なんで、まあ、広角寄りではあるんですけど、かなり寄って撮っていらっしゃるので、良い背景ボケがね、生まれていて、綺麗ですね、はい、とても美しく捉えられています、はい、かなり寄ったんですね、はい、ね、まさしく時間を超えてっていうね、美に相当する、はい、うん、とても素敵な、ネズミ捕り絵になるんやっていうね、いや画期的、いいですね、本当この色味いいですね、うん、かっこいいな、いい光だなと思わずちょっと惚れ惚れしてしまいますね、綺麗、はい、やっぱこのネズミ捕りがそのカゴ、宙吊りのカゴの中に置かれてるんですね、これね、うんうん、なので背景とその主役のピント合わせてる部分のその距離感がちょっと離れているので、まあ、それもまあ後ろの背景ボケがね、うまく出てきてくれた要因の一つでありますね。いや、すごく本当にいい光で、はい、いい光よ、ね、なんかいつまでも見ていたくなるような綺麗な光をうまく見つけられたなと思います。はい、そんな感じですかね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ネギトロさん、ネギトロさん、美味しそうな名前、お店の名前ね、丸二商店だった。ほう、丸二商店、荒物屋さん、はい、あ、そうそう、荒物屋、うん、荒物屋、はい、なんで荒物っていうのかなってちょっと思ったんですよね。これ天の声ですか、2個目いいですか、荒物屋に関してもちょっと調べててくださいませ使い方が雑っていう、いやいや、こういうことですからよろしくお願いします、はい、じゃあ次いきますね、はい、荒物屋ですよ、よろしくお願いしますね、はい、では続きましてははい、よいしょ、こっちをとか
回閉じて、はい、はい、ニックネームあやつさんですね。はい、タイトル光さすということで、はい、コメント子宝湯の光が綺麗でシンプルに1枚。昔運動会の日は家族で銭湯という我が家の恒例行事を目指しました、はい、空飛んだ、いい行事ですね。いい行事だな、それは素敵だ。いい、人物を入れたり何かインパクトがもう一つあればよかったでしょうか。ホワイトバランスはオートです。挑戦状ですね。まあ、何が挑戦なのかっていうのはまた後でおそらく分かるとして、ね、とおいおい、いやすごくあのまたいいあの、ね、光が入り込んでいますね。この銭湯のこう後ろの、ね、壁画の部分にあの天窓っていうんですかね、天ではないですけど、うんうん、高い部分から入って差し込んでくる ね、 左側からね、光がすごくねいい感じに差し込んでいてですね、なんというかこう昼下がりのこれから営業始めるぞっていうような雰囲気を、はい、醸し出している、そんなね素敵な一枚に仕上がっています。はい、まあ、特にフィルターも使わず、まあ、ちょっと露出高めでねプラス 1.7 ということで、ちょっと淡めな感じ、まあ淡めというか、まあ、光の当たってない部分は普通の明るさなんですけど、まあ、特にあの壁画の明るい部分はちょっとまあこれ飛び気味なんですかね、まあ、どうするかなってところでありますが、まあ、その夕暮れ前のちょっとね、これから営業始まるかなっていうような感じも、もうちょっと暗くしてもまあその雰囲気伝わるかなっていうような気もするので、うんうん、まあ、せっかくですからもうちょっと露出を、下げて壁画の部分の、ちょっとね白飛び具合をもう少し抑えてもいいかなっていうのはちょっと感じましたね。はい、まあでもねすごくねいい絵だなと思います。まあ、これねやっぱりそのまた開店前っていう感じがね、あの人が入ってない方がね、はい、伝わってくるのかなっていう、うんうん、普通銭湯で写真撮れませんからね。ですよね、うん、はい、まあ、またあのその人物を入れたりっていうところに関しては、まあ後ほどちょっとあの作例を用意してますので、まあこんな撮り方があるんじゃないかなっていうのをちょっと楽しみにしていただければいいかなと思っております。はい、まあ、捉え方に関しては、まあちょっと両端ね扉入れたり、あのなんていうか右側の少し壁を入れたりされて、まああのちょっと要素をプラスされてはいるんですけれども、まあ、下手にこうすっきりさせて壁画とお風呂だけにするよりかはちょっと空間の広がりが感じられていいかなとこの場合は思いますね。はい、あの周りの雰囲気をやっぱりねこの場合は捉えたいっていうのはやっぱあると思うので、このぐらいの切り取り方で正解だったかなと思います。うん、はい、そんな感じですかね。 F 値あえて 3.5 なんですかね。これは意識してないような気がするな。そうですな、レンズは 25mm F1.8 を使用って言って意識してたらごめんなさい。はい、失礼しない、失礼しないとか言ってそう。はい、ぜひですね、あの、まあ、全体にしっかりピント合わせるってことを意識されてるのであれば、まあ、もうちょっと F 値上げてもいいかなと思いますけれども、まあ、でも、まあ、よしとしましょう。うん、はい、まあ、あとでまた作例ちょっと、ね、またゆっくりと、はい、見てください。はい、はい、ありがとうございます。はい、さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。よいしょ、はい、お、なんかこれ情報が更新されてますか。はい、まあ、でもまたそうですね、レジが出た際にですね、素晴らしいですね、天の声さんね、またお待ちくださいね。はい、じゃあ続いての方ですね。はい、続いての方、ニックネームが、うん、ヒルトップさんかな。はい、タイトル、レトロな電車の中で、
コメント先日ありがとうございました。美しい光の中レトロな建物を撮影するのはとても楽しかったです、うん、この写真は先生の桜のように撮ろうと何枚か撮影した中の1枚です、うん、ホワイトバランスはオートでしたということですね。はい、まあ、これでもアートフィルター使ってますよね。そうですね、きっとヴィンテージだと思いますね、うん、データには乗っかってきてないですが、これあれですかね、スマホとかから取り込んで、あ、若干 あの画像編集を行うと情報が一部出なくなることはあるという注意書きが、ね、ありますから、そういう可能性もあるかもですね。そういうことですかね。そうですね、はい、他が出てないので、はい、まあ、ちょっとおそらくアートフィルターのヴィンテージを使われてるんじゃないかという憶測でお話しします。うん、はい、まあ、作例でね、このつり革にピントを合わせてですね、うんうん、ちょっと奥を少しぼかしながらこの電車の車内のこう奥行き感とか、まあ、ちょっと表現するような作例を載せていてですね、まあ、まさしくこんな感じで、撮りたいというお話だったので、うんうん、手取り足取りね、うんうん、一緒に、まあ、ここにピント合わすんだよとかね、釣り感にピントが合わないとかね抜ける抜けるそうそうそうね、ありましたね、試行錯誤してましたね、はい、そうなんですね、まあ、なかなかやっぱあれですかね、同じように撮ろうとするのもなかなか難しいんですかね。やっぱ多分苦労されてたのはピント合わせる部分とか、あと意外とちゃんとどういうアングル角度で撮ってるかっていうのを、うんうん、ちょっとその辺意外とちょっと意識してされないで撮られてるなって最初ね着いた時に思ったんですよね。なので、まあ、やっぱりその、まあ、ピントに関してはね、まあ設定の方法であるとか、まあ、こういうつり革、まあ、やっぱりこのなんていうんですかね、やっぱ線が細いのでね、こういう細い部分とか細かいところってピントをやっぱ合わせづらくて後ろの方にピントが行ってしまう、うんってことが多々あるので、まあ、そうした時には、まあ、ちょっとマニュアルフォーカスを使うであるとか、ないしは、もうちょっとこうなんていうのかな、追加ワートの部分でもよりピント合わせやすいちょっと面積が広めの部分であるとか、色の境目のある部分であるとか、そういったところをうまく狙ってあげてくださいねってお話ししながら、なんとかね、うんうん、ピントを合わせられた1枚ですね。でちょうどこのね、お写真撮られてた時にちっちゃな、ね、お子さんがねいらっしゃって、でまた車窓をね外を眺めていらっしゃる様子が ね、すごく自然で、まあ、たまたまいらっしゃったんですけれども、あ、これいいじゃんってね、何枚か撮られている中で、うん、すごくストーリーも感じられて、すごくこの場所を楽しんでいる雰囲気がお子さんの様子からであるとか、その光の温かさであるとか、そういったところからすごく伝わってきたので、とても良い写真だなと思いました。はい、まあ、お子さんの様子だけでなく、その光の入り具合とか、すごく窓から入り込んでいる光がとてもなんかキラキラ輝いてますよね。天井であるとか ね、はい、運転席のあたりの光の回り方であるとか、すごくねいい光だなと思うんです。あったかい感じがすごくします。まあ、ヴィンテージを使ってるっていうのも、まあ、色味の影響っていうのもありますけど、なんかいい捉え方をされたなと思いましたね。はい、とてもいい瞬間で撮られられています。まあ、冒険に関しては、まあ、ちょっと弱いんですよね、正直ね。ちょっと後ろにピントいっちゃったかなっていう気もしなくではなく、真ん中あたりですかね。そうですね、ちょっと微妙なラインですね。そうなんですよね。まあ、なんですけれども、まあ、手前のね、釣り革、一番手前の釣り革が前ボケしているので、うん、まあ、それによってちょっと、まあ、逆に、まあ、奥行き感的なものは感じられてるかなと、うん、っていった感じでしょうか。はい、まあ、でもすごくいい捉えられ方をされていますね。まあ、ぜひまたこういったシーンがあれば似たように、捉えられてみるのも良いかなと思いますね。素敵な
はい、多分ねカメラ本当おろせてだったと思いますね。この方買っていただいて、あの何でしたっけ、使い方講座にこの前参加してとかっておっしゃってましたっけ。違ったかな、多分本当におろしたての5マーク2で、そういう方もね何名かいらっしゃいました。今回は結構初めての方がね、はい、多くて、そうなんですよね、ありがたかったですね。はい、まあ、なのでね、あのすごくあの一生懸命ね、あのチャレンジされてくださってるのでね、はい、まあ、それの成果がうまく表れた1枚かなと思います。うん、はい、ありがとうございます。ヒロトップさん、またのご参加お待ちしてます。はい、パチパチ、はい、パチパチ。じゃあ続いての方ですね。はい、よいしょ。では続いての方は、はい、トモコッシーさんですかね。トモコッシーさん。タイトルが夕方近く。はい、コメント、西側から差し込む光が当たるお部屋の雰囲気が気に入ってこの場所を選んだのですが、はい、手前は暗いのに奥の外からの光が強すぎてうまく調整できませんでした。なるほど。先生にアドバイスいただき、アート読んで撮ったところ、うん、強すぎた光が和らぎました。はい、ホワイトバランスは太陽光ということですね。はい。EM1 で1240。はい、トモコッシーさんですね。さんですね。言いたいっていう。言い方が。うん、はい、西側からということで、部屋の雰囲気、まあ、確かにね、部屋の中はすごく暗くて、で、まあ、おそらくこのトモコッシーさんの参加された日は、晴れた光の強いあふれる日だったと思うんですけれども、まあ、そうすると外から差してくる光と部屋の中の明かりの差っていうのはすごく大きいので、どちらかの明るさに合わせてしまうと、例えば窓の方の外の、ね、明るさに合わせてしまうと中が真っ暗とか、中の部屋の明るさに合わせてしまうと今度は外が真っ白とか、なかなかねその調整が難しいんですよね。人間が見ているみたいに両方の、ね、明るさを捉えるっていうのがね難しいんですよ。でそうした時にアートフィルターのライトトーンっていうフィルターを使っていただくと、うんうん、人間の目で見ているようなコントラストの、ね、低めの柔らかいトーンで、撮ることができます。でまさしく、まあ、その部屋から入ってくる光をうまく和らげながら中の、お部屋の様子もしっかり捉えられているといったような感じですが、でも、まあ、多分おそらく撮り直されたとは思うんですけれども、この写真見てる限りではそんなに強い光は入り込んでないんですよね。多分なんか左側の前ボケさせてる何か家具かなんかで光を抑えてるのかな、にしてはでもあんまり入ってきてる感じではないんですよね。どうなんでしょうね。でちょっと見ながら思っていました。まあ、なので意外とライトトーン使わなくても撮れたかなこの場合って思ったり思わなかったり思ったりです。思ったり思わなかった、はい、まあ、明るさはマイナス1か、はい、そうかなんですよね。まあ、なのでまあ、なかなかちょっとこの状況を見てないので、これどこのどこだっけ、結構ね奥の、でも1240か F2 どこですかね。まあ、確かにこのハッピーの感じはねすごくかっこいいですけどね、部屋の雰囲気とかね、もうちょっと明るさ逆に抑えてもいいかな。あ、山田屋本店あったわ、乾物屋だ。あー、乾物屋のとこ、あの奥すごい奥だ。そうですね、かなり奥ですね、かなり奥ですね、あれは。なんかね、もうこのちょっと奥っていう感じを出すのにもうちょっと明るさを抑えても逆にいいかもしれないかなって。あとその夕方近くっていうね、そのタイトルもあるので、あえてそのもうちょっと明るさを抑えて渋い感じのちょっと暗めの光のところに少しこうね光が浮き上がってくるような感じとか、そんな感じももしかしたらいいんじゃないかなと思ったりしましたね。でもちろんこの写真自体もすごく綺麗には撮れてます。光の感じはね柔らかくなっているので意図した、表現はできて
いるのではないかなと思いますね。手前か、手前ってつまり前ボケさせてるところ手前は暗いのに、そうですね、多分前ボケさせてるところが暗い、そういうことなのかな。そうか、これかな、前ボケさせてる柱ここかな。あー、なるほど、よくありましたね、その写真。これあれオフィシャルです。あー、ちょっとオフィシャル出すと、あの、はい、某、ね、あの、ね、偉大ななんとか早尾さんに怒られちゃうんで、はい、ちょっと出せないんですよこれ、怒られちゃうんで本場出すと。そうですね、マジで。じゃあこちらだけでね、こちらだけで、はい、まあ、でもこの感じだとね、柱か、これ、多分柱、あなんかちょっとレジみたいなのなかったです、ね、ここそうかもしれないですね、なんかこの段の感じといい、そうですね、結構大変だったのかな、隠したのかな、まあ、でもね、難しいシチュエーションですね、そうですね、手前が暗いか、なるほどですね、はい、まあ、でもね、すごく良い雰囲気は出てますよね。前、手前でもちょっと前ボケさせすっかな、もうちょっと見せてもよかったかなって気もしますね。ちょっと離れて、そうですね、前ボケさせるものから少し距離を置いて、撮影すると、前ボケするも被写体の、その臨被写体っていうか前ボケさせるものの輪郭とか少し出てくるので、それによってこのハッピーのある大和屋総本店っていう雰囲気をもうちょっとこう情報を増やしてあげることで、まあ、雰囲気を出してあげるっていうのもね、一つ手だったかもしれないですね、もうちょっと情報あっていいなと思いました、はい、まあ、でもね、すごくいいですよ、はい、まあ、ぜひここならではの写真、はいはい、本当にここならではの写真なのでね、はい、とても素敵な雰囲気で捉えています、夕方近く、はい、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、パチ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 ということで、はい、じゃあ続いての方ですね、はい、よいしょよいしょ、はい、続いての方、くまゆみさんですね、はい、ニックネーム、タイトル、秋の窓辺と、はい、コメント、きょん先生、高山さん、先日ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、天気もよく、楽しく撮影できて嬉しかったです、暖かな光が当たっているカーテンに目が行きました、部屋に飾られたコスモスがカーテンの向こう側に憧れて切なげに見えてる感じがしました、ホワイトバランスはオートで、細かいデータですね、はい、はい、これもね、また良い情緒的ななんかセンチメンタルジャーニーですね、みんなちょっと一枚ですよね、まあ、通常やっぱりこういうシーンにを目にするとこう鼻の方にピント合わせがちではあるんですが、まあ、それがですね、コスモスがその外の光を求めているような印象でこう窓の方を見てると、コスモスの目線的なイメージですよね、まあ、ね、撮ってるのはもちろんコスモスからの後ろからではあるんですけれども、まあ、そのなんか様子がねすごく雰囲気があっていいなと思います。カーテンのねその透け具合とかね、はい、暖かな光が当たっているっていう様子がまたねいいですね。このドレープがあって窓の枠の影がね映りこう差し込んでいたりとかして、あとカーテンの模様が透けてちょっと残っている様子であるとか、まあ、そういったところもねすごく微妙な光の感じで良いですし、あと手前のそのコスモスね、真ん中あたりにあるコスモスなんかがいやすごく淡い光の中で透け感が残ってるところがまたなんかしっとり感があってすごく素敵だなと、思います。この光すごくいいんですけども、もうちょっとなんか個人的にはもう少し明るさ、特にね露出補正を 0.7 ですね、もう気持ち抑えたいですかね。でなおかこれなかなか難しいシチュエーションですよね。そうなんですよ、右側暗くて左側明るくて、レンズが 1.2 ですね、通りで
出た出た言いたいっていう。だってこれこんな難しいシチュエーションでね、ちゃんとこのボケの綺麗に出てるなと思いましたね。はい、でもねこれできればもっと明るさを抑えつつのちょっと逆にコントラスト上げるとかもありかなってちょっと思ったりしたんですよ、ね、全然ちょっと変わってきますね。確かにそうするとね、どうですかね、やっぱこのこうカーテンの模様もちょっと残したいなっていう。こういうとことか見て全然違いますよね。見たい、そこが見たい。だけどコスモスのこの透け具合も残したい。難しい、やだ。ちょっとあれかしら、トーンコントロールってこと。そうですね、でもめちゃめちゃでしょ、グラフがもう大変。本当これなかなかね難しい。難しい。ハイライトはちょっと下げて、 でもちょっとシャドウは上げてみたいな。そういうところですよね。逆 S 字だけでいけるのかどうか。でもあんまりコンタクトなくなってもね。そうなんですよ。なのでやっぱりちょっとやっぱりしっかり露出は下げつつ、微妙にもうちょっと下げつつですかね。これ何枚か撮ってくれてたら嬉しいな。そうですね。どうでしょう。どうでしょう。でもねすごく本当に良いあの捉え方をされているなと思いましたね。切なげに見てる感じはね本当出てますね。後ろ姿、はい、なかなかこういう風に表現できないですね。はい、しかも特にフィルターを使ってるね感じではナチュラルで捉えてますもんね。ストレートな感じですね。なのでね、まあ、すごく場所の雰囲気と色味の落ち着き加減と合っていてとても良いかなと思います。なんかホワイトバランスを補正してますね。ちょっと温かみを加えつつのちょっとマゼンタ加えている感じですか、ちょっと赤っぽい感じになってるって感じですかね。そうですね、アンバープラス G マイナスですね。マゼンタですもんね。はい、でもすごくねいい光ですね。だからちょっとその光の加減ですね、もうちょっとこう追い込んでみるのもありかなと思いました。ぜひ試して見ていただきたいですね。せっかくいい光をね見つけられているので、見せたい部分っていうのはちゃんと見せてあげた方がいいと思いますから、あの白飛びにもちょっと意識を向けて、はい、ちゃんとピンとなっている部分は見せるということを心がけてみてください。はい、くまゆみさんありがとうございました。ありがとうございました。パチパチパチ、では続いての方ですね。はい、よいしょ、こっちか、よいしょ、ニックネームチョコカラさんですね。はい、チョコカラさんかしら。はい、タイトル古き良き文具店ということでコメント、はい、光と行く域感を意識して撮りました。はい、初めての参加で少し緊張しましたが、親切に分かりやすく教えていただきありがとうございましたということですね。またすごいね、いい感じですよね。素敵ですね、このなんていうか光のこの室内の光の当たってる部分と、まあ、うまくトイフォトをうまく使われてるのでそう感じるんですね。画面の四隅が暗くなっているのでよりこの光の当たっているこう筆のあたりの壁面っていうんですかねがすごく明るくて、でそこからだんだん外に行くに従って暗くなっていく感じが、まあ、なんか昔のこうね、こうなんていうかなっていう、 こう古臭いお家の光というか、古臭いって言っちゃいけないですけど、ちょっとね紙のカビっぽい匂いとかね。そうなんですよ、うちもねおばあちゃん家とかこんな感じだったんで、なんかいいなっていう ね、この光の具合がいい、すごくいいですね。トイフォトを選ばれているのもすごくあのマッチしていて良いなと思いますし、あと、まあ、うまくねあの壁面のその模様っていうのも変なんですけれども、置かれてる棚に置かれている、雑貨類がねうまく全体的に配置されながら、手前の山口なんですかね、なんとか先生用半身ね、難しいね、なんかこのちょっとキラッと輝くあの、まあ、看板的な文字というかのその光の加減、明るい具合とか
まあ、文字がうまくこうちょっとこうアクセントとして入ってる感じなんかもすごく良いですし、またこの文字うまく入ってるのがなんかいいなと思いますね。なんか文字ないとちょっと寂しいんですよ、ね、そうですね、ここ普通文字情報ってね、うん、そう、ね、入れたくないんですけどね、やっぱりあれですかね、文字が旧漢字だから、うん、そうですね、っていうのがあるんですかね、とかデザインされてるし、そう、あとひらがながないっていう漢字もやっぱ違いますかね、ひらがながないっていうの大きいですね、確かにカタカナとかひらがなじゃない、そうなんですよ、すごくいいあのデザインされた空間になってて、かっこいいなと思いますね、でなおかつその奥の時計もね聞いてるなと思うんですよね、ここね、ちょうどね、そうそうね、いいなと思いますね、そう、これ何ミリなんだろうな、 5.6 だから42ミリまで多分ズームしてるんですかね、おそらくね、で四角いのか、そうですね、だ多分もうちょっと画角は広く入ってたんでしょうね、まあ、四角にされてると、そうですね、両サイドがあったはずですね、はい、ね、まあそうですね、このぐらいの方がバランスはいいですねちょっと待って先生、分かんない、どれぐらい、もうちょい、ワイプもちょっと消していただいてもうちょい引き、もうちょい引きですね、あの左のちょっと窓が入らなくて、左と上が少し削れてる感じでどう見えます、4対3ぐらいで見ると、うん、もうちょっと上削って、ずらすって感じですね、上にずらす、はい、そうです、こう逆、こち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 こでも座布団入ってても良さそうじゃないですか、お座布ね、お座布問題ね、お座布は確かにあった方がね、そうちょっとあった方がね雰囲気出るかなっていう気もするんですけど、この左側の窓を入れるか入れないか問題で、確かにちょっとね、どうするかなって、左側の窓ね結構見えてくるんですよね、この左側の窓があるバージョンはこういうことね、こういうこと、そうその青い光も、まあその暖色の光の中に入ってくるのはそうかっこいいくはあるんですけど、ちょっとやっぱりないと見え方変わってきますね、なんかまたかっこいいですよね、かっこいいですよね、よりデザインされてくるっていうか、ちょうど4対3で着るといい感じですかね、そうですね、やっぱ青があると目立っちゃいますね、やっぱ反対色ですもんね、そうですね、このぐらいの方がなんかバランスよく、ちょっとやはりこのより先生のなんかこう迫力を増してきていいですよね、山口先生のねえ山口先生しようみたいな筆みたいな感じで出ていいですね、そうですね、はい、なんかかっこいい光がすごいねいいですね、かっこいい、はい、なのでまあちょっとこんな感じもどうかなって、やっぱ見せたい部分って多分あの棚の部分とやっぱ山口先生だと思うんです、そうですね使ってらっしゃる山口先生のね、はい、お筆が、そうなんです、なのでやっぱ見せたい部分をもっと画面の中の面積比率で大きくしてあげるとよりこう伝わりやすくなってくるかなと思うので、まあちょっとねレンズ的におそらくまあ、これ以上ズームできなかったのかもしれないんですけど、結構また狭いお店ですからね、そうですね、 こんな風に撮ってる人初めて見たかも、そう、しかもほらあの向こう側に行けないんですよね、ここね、そうなんですよ、もうすぐに詰まってる感じ、そうなのでね、まあちょっとこんな感じでまあ後でトリミングしてみるっていうのもなんか一つ、まあどうしてもレンズがなければそういう、でもあるかなと思いましたね、次からのコード作りの勉強になりますからね、はいはい、後でトリミングするそうなんですね、なのでちょっとまたねそういったことも、はい、検討されながら撮るのもありかなと思います、でもすごく素敵ですよ、いい光、はい、マイナス 0.7 補正でね、はい、ということで、はい、良いと思います、はい、チョコカラさんありがとうございます、はい、ありがとうございました、またぜひご参加くださいね、はいはい、では続いてですね、あーちょっと来ましたね、これはまた来ましたね来たなこれ、はい、ニックネームアールグレイラビットさん、このおしゃれなニックネームからのね、はい、タイトルなんでってにゃ、はい、コメント招き猫にすっかり見入られ昭和の下町の居酒屋を多重で撮りました、はい、夜営業前の
店内でひっそりと客を待つ猫、はい、昭和時代の暗さ寂しさも表現できたらと思いました、はい、猫40ミリそこそか、そこそか。ちゃんとね、猫のが40ミリで撮ってるということですね、はい、その後あとは一応パートカラーと、はい、ヴィンテージの組み合わせになってるということですね。ありがとうございます。細かくねデータいただいてね、ありがたいですね。これちょっと大きくすると迫力あるよ。すんおい、怖え怖え。これはですね、まあ飲み屋さん一番奥にね、あの飲み屋さんの、はい、建物があるんですけれども、迫力あるな。あのですね、このライトがね、そう下からね、そう招き猫をね当てていて、最初なんかすごいね、ちょっとなんていうんですか、あれ階段チック、そうそう、ヒュードロドロ的な、はい、怖いな怖いなの感じがね、出てる感じが、はい、また名前忘れちゃった、あれ稲村ん稲川順次稲川、あ、じゃあ天の声さんね、ちょっとね、ちょっとね、あの階段の人誰だったっけって、そうそう、ちょっと今日ほら、今日ちょっと使い方が荒いっていう、そこね、ちょっとまあ後で聞きましょう。階段といえば、はい、階段といえば、はい、はい、稲川淳二さん、稲川淳二さん、そうそうそう、はい、ありがとうございます。そうそうそう、まあすごいそこでだいぶ時間潰しましたけど、うん、はい、そうちょっと階段的な雰囲気の光の当たり方で、別に中の雰囲気としては、ね、全然普通なんですけど、そうそう、むしろ明るい感じなんだけど、そこだけ、ね、ちょっと不思議なライティングで何なんだっていう話に、狙ってやってんのかなみたいな ね、なりまして、そこに目をつけられたわけですよね、その、うん、アールグレイラビットさんは、そうそう、はい。で、じゃあこれこのまま撮るだけじゃなくて、なんかこうもう少しこう何かイメージを重ねてみるのもどうでしょうっていう話になったわけですね、うん、そこで多重なり画像合成、うんうん、まあ、どちらでやったかわからないですけれども、まあ、2枚の写真を重ねるという方法を取られて、よりイメージを膨らませていったということなんですが、うまいことね、そのまさしくこう飲んでってなっていう、うん、雰囲気でとっくりをねうまく重ねられていて、まあ結果的にはちゃんとストーリーを作られたなという印象ではありますね。階段にはならなかったと、うん、最初このパートカラーで招き猫の赤の部分だけ抽出して、うん、招き猫がより目立つような捉え方されていて、その他にもね、アートフィルターの、クロスプロセスの、そうそうそう、はい、サスペンスになる、うん、ね、タイプ2ですね、はい、使われて、あれ使った時は本当に化け猫になってしまってどうなるかと思ったんですけど、す、ね、魂とか作っちゃえとかって言いながら、そうそうそう、魂も試しましたよね、はい、ね、試されてましたね。でも結果的には、うんうん、すごくいい雰囲気でまとめられてきたなという感じです。店の雰囲気をその引いた目線とその得意によった目線とうまくよりと引きを重ねてるってところがまた面白いですよね。でやっぱりその招き猫の周りが暗いので、うん、明るさが暗いところに重ねる写真、もう一枚の写真って残りやすいので、まあ、なのでいい感じにね、浮き上がって、とっくりが浮き上がってきてて、とても良いなと思いました。猫、うん、の部分にね、あまりこう余計な、2枚目の画像が重なってないってところも絶妙ですよね。はい、うまいですよね。でしかも左下のこのバラですか、これ風車です か、怖い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 怖くないですか微妙にね、サスペンス要素をね、階段要素を何なんで残されてるとか、微妙に締め縄が浮き上がってくるとか、いやいや怖い怖い怖くなってきた。微妙なこう階段要素は残すっていうところがいいです。いや怖い、まあ、多分ご本人階段要素は残されてないと思うんですけれども、そうですね、飲んでってニアだから、はい、でもいや多分意識もされてるのかな、ヒュードロドロ飲んでってニアみたいな、ね、もう飲んだら帰れないでしょこれ家に絶対家帰れないですよ
まあどちらかというと、何でしょう、閉店後の店内でやさぐれて飲んでる感じ。そうですね、もういいみたいな感じですかね。な感じはしますけどね。まあ寂しさ、昭和時代の暗さ、寂しさっていうね、あたりはまあうまく出ているかなと思いますね。面白いですね。なんか多重はそういったね、イメージの作り込みができますから。これはね、こういう取り方してくれてね、はい、いると思わなかったと皆さん思いますよね。素晴らしいですね。魅了されちゃってね、こだわる方だからね、本当、はい、素晴らしい、ね、この場所一つですごく、何枚も何枚も、ね、撮られられていてね、撮影が終わった後にも居残りで、じゃあ行ってきますとかって言ってギリギリになって、ね、ほんの10分でも、はい、結構遠いのにね、この場所ね。そうですね、捉えられていましたね。素晴らしい。はい、まあ、ということで、まあ、一つの被写体をうまく見つけて、こうさらにイメージを深めていくっていう撮り方がもうまた面白いかなと思いました。うんうんうん、ね、すごく細かくね、本当に1枚目と2枚目でね、うまく設定も変えながらです ね、 ね、捉えられてますよね。素晴らしい。あ、そうか、2枚目ヴィンテージなんだ。うん、でも重ねると結果的には、結果的には、まあ、でも残ってますよね、画像。うん、不思議な色。呼び出しのことも教えたから、あれか、呼び出しでやったら、うん、あーとフィルター、ちょっと混乱してきちゃいましたね。そうそう、これ不思議ですよね。ちゃんとパートカラーのとヴィンテージのが重なってんですよ。呼び出しでやったかな。うん、画像合成じゃないとこうは多分ならなかったかな。画像合成ってそこまでできたっけ。画像合成の時は多分ね、あれちょっと宿題ですかね。じゃあそうですね、画像合成のパートカラーとヴィンテージを重ねていただくのをちょっとね、今日すごいなんか使われんな的な、空気が伝わってきます。はい、まあ、でもね、面白いですよね。はい、はい、まあ、ちょっとまたね、この辺は調べておきましょう。はい、ということで、はい、アルグレイラビットさんですね。はい、はい、西坂ありがとうございました。ありがとうございました。なんかところてん食べたくなってきちゃった。ところてん、ずっとところてんって書いてあるいいですね。日本酒よいしょ、つるつるっと。あ、まさしくここですよ。あ、次で答えが出ますね。はい、じゃあ続いての方ですね。素晴らしい、素晴らしい、ここ、はい、ここでございます。はい、明るい。ニックネームよしこけいさんですね。はい、タイトルちょっと一杯。はい、キョン先生、高山さん、お世話になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。普段撮らない写真なので切り取り方難しかったです。昭和のイメージで光と奥行きを意識して選びましたということですね。はい、この場所です、皆さん、素晴らしい。いやー、ちょっと面白いですね。ちょうど2枚つながってるってところがね、なかなか。はい、ですね、まずそうそうそうね、普段撮らないですからね、まあ、ここの面白さっていうのはやっぱりその、とっくりとかそのいろんなこう瓶とかがいくつも並んでるっていう、ちょっと同じものがいくつも並んでる面白さと、あとこう光の入り方とかそのレトロな質感っていうんですかね、まあ、それをまあヴィンテージで捉えられてるわけですが、なかなかここね、やっぱここもどこにピンと焦点を合わせるかっていうのが難しいところではあるんですよね。また文字情報もあるからね。そうなんですよ。で、ちょっとですね、やっぱりどちらか、例えばね、私が今見て思っているのは、あのとっくりが手前右側と、あと左を上のところに湯煎してるっていうイメージですかね。ああ、そうか、湯煎してるのか。おかんを作ってるっていう、はい、でちょっとこう物が離れて置かれているので、目線が多分見せたいところはやっぱり右手前の、うん、とっくりなんだけど、左上にも同じものがあるので、ちょっとね、目線が飛んじゃうんですよね。なるほどね。うん、白の情報が、そうそうそう、やっぱ似たものが ね、 似たものがねあるので、だそうなってく、ここが生きてこないのか。そう、ちょっとね、その真ん中の空間が空いちゃうっていうのもあって、
なんかちょっとそこでどうしようかなって、私もここ見ながら悩んだところではあるんですよね。だからこの向きで撮っちゃうとやっぱりどうしても難しいので、右側から攻めるっていうのはどうですかね。こっち側から、そうそうそう、スッと、スッと、うん、攻めていく感じですかね、おそらくね。でちょっと縦位置とかで、縦位置にしたら確かに、うん、行くという感じだとどうなのかなと思いましたね。縦には絶対ならないから、うん、右手前からこうな、こう、うん、このこの、うん、右手側のこの文字のある方のとっくりと左上のとっくりを縦位置で捉えて、でもあわよくばおそらく左上に招き猫か、人の看板があるはずなんですよ、ここ、うん、ポスターが。でそういったのがまあもしかしたら入ってくるかなとかちょっと思ったりしたわけですね。はい、なので難しいところですね、ここはね、悩ましいところです。はい、いろいろ入れたくなってしまうがために、目線が泳ぎがちな場所であるので、ちょっとねそこを気をつけていただくとさらに、印象的な一枚に仕上がってくるかなと。なるほどですね、こういう感じか、なるほどなるほど。あ、ここですか。あ、確かにそうですね、この部分か。あ、でも圧巻がちょっとレイアウト変わってますね。そうですね、圧巻してない時期ですね、こっちのこれで。あ、なるほど、あ、ここか、ここを見てるんですね。はい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 。だとするとあれか、ポスターじゃなくて部屋の奥がちょっと見えてくるような感じですね。なかなか難しいね。でもなんかその方がかな。そうですね、これだとなんかちょっと外みたいな感じも見えちゃうもんね。そうなんですよね、あんまりカウンター感がないから。そう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 、それもあるんですよ、うん、だからちょっと手前のカウンター、これカウンターがあってね、手前に、うんうん、でなんかそのまたお客さんが食べてるこうとお皿とか箸とか、うんうん、この手前にね、とかがね、うん、置かれているんですよね。でその雰囲気を前ボケでちょっと残しつつとか、うん、っていう感じだとさらにその雰囲気が出、そのカウンターからのお客さん目線みたいな感じとか、うんうん、お店の雰囲気が伝わるかなと思いますね。うん、うん、まあ、なのでね、ちょっとそのやっぱりどこをうまく捉えるかっていうところをちょっとね意識されるといいかなと思いました、うんうん、はい、とっくりだけじゃなくそのちょっと手前の雰囲気とか飲んでる雰囲気とか、うんうん、はい、っていうのを、はい、入れつつ、で左上のとっくりをじゃあちょっと離れすぎてるからどっちの角度か取ったらうまくねまとまりがつくような構図になるか、うんうん、でちょっと意識されるとさらに良くなります。そうですね、はい、もっと見てみたいですね。はい、はい、ぜひぜひやってみてください。また行ってみてください、はい、ぜひまた行きたいですよね。でも ね、 ここね、本当ね、うん、はい、また違う意味での撮り方で ね、 ね、うん、やってみたいですね、うん、はい、ぜひとも、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょ、では続いての方ですね。はいはい、では続いての方、ニックネームがマキカさんですね、はい、教習のようということで、はい、コメントホワイトバランス曇り、はい、西側の農家吉野家にて農作業を終えた後、はい、この場所から季節の移ろいを感じたのだろうかと思いを馳せて、はい、畳に落ちた光が強すぎて目が飛んでしまったところが、うん、反省点です、うん、時代を超え立つ場所も住む人も変わったけれど、うん、屋内に落ちる影や光は今も変わらずに存在していて美しいと思いましたということですね。いいコメントよね。本当ね、素敵ですよね。本当この畳に入り込んでくる光と影の
様子であったりとか、またそのね奥に見えるこう庭の感じとかね、あとこうすりガラスに映り込むこう ね影とかすごくね気持ちいいですよね。なんかこの場所にいたいなって、転がりたい、今は転がりに行きたい、ね、そうですね、本当に畳公表したい、畳公表いいわこの光、はい、本当にそう思わせてくれる良い場所を、光を見つけられたなという印象です。はい、まあ、こういったね、場所こうホワイトバーンス曇りでね、またちょっとこう通常やっぱりちょっと日陰部分なので、比較的こうちょっとまあ暖かい光が入り込んではいるんですけれども、ちょっと寒、まあ外の景色とかちょっと冷たい寒い色味になりがちなところをちゃんとホワイトバランス曇りでね切り替えて、温かみが残るように捉えられていたりとか、うんうん、されてるところはねすごくちゃんと光の色とかちゃんと意識されてるなといった印象です。これもね 25mm のね 1.2 プロでプロレンズで捉えられています。やはりねいちいち、このクリア感ね、本当クリアですよね。買っていただいてね、ありがとうございます。本当、本当にありがとうございます。で、ピント合わせてる位置が、まあ、ちょっと多分おそらく一番光が当たってる畳のあたりなのだろうなっていう、うん、はい、そうですね、おそらくその辺だと思うんですよね。はい、綺麗に出てるね。はい、まあ、ご本人ちょっとね白飛びしてしまったかなっていう、うん、白飛びっていうか光が強すぎて目が飛んでしまったかなっていう風におっしゃって、ギリどうですかね、ギリギリちょっと、あ弾けちゃったまあちょっと ちょっとだけこういうとこがってことでしょうね、はい、そうですね、ご本人ね、そうですね、ちゃんと細かいとこまで見てらっしゃる方だから、はい、まあ、もう逆じゃないですね、もうちょっと露出を抑えて上げるとこうちょっと今度ね建具のあたりがね、うん、ここいい雰囲気出てますからね、そう黒くつぶれ気味になってしまう、普通はすでにマイナス 1.3 ですもんね、そうなんですよね、しかも絶対ここで相当な枚数取ってる気がするから、まあ、そうなんですよね、うん、なかなかちょっと難しい状況ではあるんですけれども、まあそうですね、どっちかっていうとシャドウを起こしてあげた方がいいんですかね。ああ逆にここに少し明るさを抑えて、うん、ハイライトシャドウでシャドウ部を少し明るくしてあげるっていうような捉え方をされると、まあちょっと畳の目は残りつつ、うん、シャドウ部の黒粒でをギリギリ回避できるかどうかってところでしょうかね。どのくらい粘ってくれるかにもよるんですけどね、うん、またね風が吹くだけで形が変わりそうな光ですからね。そうですね、それもありますね、うん、風あったっけ、無風だったかななんかこの後すげえ雨が降ったことは覚えてます、はい、あの撮影会終わった後、あそうだ確か、ね、そうでし そうでした、いきなりのゲリラ豪雨があって、はい、多分この時ねおそらく粘ってたから天木香さんはこの後大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、確かにそうだ、まあ、だからまあ時間があるんであれば光待ちですよね、うん、もうちょっとこう光が弱くなってできた時にどう見えるか、ちょっとまたそこも変わっちゃうかな、ちょっと待ってそこも変わっちゃうかなってね、悩ましいところですね。遠くの道路はでも触ってそうな気もしますよね、うん、そうですね、まあ、なのでね、まあ、あとライトトーン使ったらどう見えてくるかとかね、うん、確かに全然違った印象になりますよね、はい、ここが全然出てくるもんねきっと。そうですね、まあ、逆にあんまりそう見えてこない方がいいっていう場合もあるんですけど ね難しいところね、はい、まあちょっとそういった何パターンか解決方法としてあるかなといったところですかね、うん、はい、いやでもすごく本当いい光だなと思います、ね、気持ちいいですね、寝転びたい、寝転びたい、ここに行きたい、ちょっと、はい、あのメイとサツキがここでなんかおもちゃ広げてそう、はい、そうですね、いいわ、本当に構図の取り方もね気持ちいいですしね、畳の線をどういう風に入れ込むかとか、ちょっとくの字、あのヘリのちょっと太い部分くの字状にこう入れ込んでみたりとかして、流れを作ってみたり、まあ斜めにねこう
なってる感じですけど、あと右上 の、 あの庭の入れ具合をちょっと右3分の1ぐらいの幅で入れ込んであげたりとかっていうね、あの構図の取り方がとてもバランスよくて気持ちよく見れるかなと思いました。はい、そんな感じです。はい、マキカさんでしたね。マキカさんありがとうございました。ありがとうございました。和室が出てくるのも嬉しいですね。ね、いいですね、歴史あるね雰囲気がね。じゃあ続いてですね、はい、ニックネームくま0507さんですね。タイトル影、カッコつけてくれて優しいですな、ありがたいですな。影、はい、光探しに奔走しました。はい、光によって作られた影はほんの数分後には全く違うようになります。まさしく時間との勝負でした、はい、そんな儚い瞬を切り取っていました、はい、ホワイトバランスは応答ですということですね。はい、いいですね。またこの右側のその色、なんか不思議なやつですね。そうなんですよ、これどっから来てる、これ何どっから入ってきてるんですかっていう、なんかちょっと鳥の足みたいなちょっと不思議な、不思議、これえどこの建物だろう、飾られてんですよね室内にね。不思議ですよね、不思議で、そこ の、 その植物にもしっかり光が当たってるんですけど、うん、そこの光の当たってさらに影が左側の壁面に映り込んでるっていうのが、うん、いやーすごいかっこいいなジェニックや、はい、あのこれはね、うん、ちょっとさっきのとっくり問題じゃないんですけど、ね、見せたいものがちょっと被写体、主役の部分と脇役の部分と離れているとっていう問題がさっきはちょっとあったんですけど、うん、この場合はむしろこの間がいいんですよね、空いてることが、空間がいいということですね、はいはい、だからそこに何かこう日本人的な美を感じるというか、空間の美っていうか、うん、ここがあるからこそのなんか光ない光を感じさせるっていうか、現代アート的になってきたわ杉本博士的な巨匠的な感じですね、はい、だからその間がの使い方がすごくいいなと、サビサビですな、はい、思うんです。でこれもねヴィンテージ使われていて、光の当たっている部分のあったかいこのね色味の感じと、シャドウの部分の少しこうブルーが入った感じの、うん、色のねこうニュアンスコントラストっていうか、そこにすごく深みを感じてとても綺麗だなと思いますね。ここどこだろう、どこだったっけね、なかなかいい雰囲気ですね。そうなんですよ、これは本当にねどんどん光が変わってっちゃうので、うん、本当もう時間との勝負でしたってのよくわかりますよね。本当にねよくわかりますね。だからこそこうちょっとこう見ていて気持ちよく、なんかこう何か光によるドラマ性を感じてしまうっていうところはありますね。うん、すごく素敵だなと思います、儚い一瞬。はい、こちらね 25mm のね F1.8 のレンズ使われてね撮られていらっしゃいますね。 1.8 もいい仕事しますね。はい、でも露出はマイナス2なのでかなりね、露出を抑えて撮られていますよね、うん、まあ、だから逆そうすることでその壁面に落ちてくるこの光の当たってる部分の白飛びも抑えつつ影の濃さがより印象的に見えてくるっていうね。でも右側 の、 窓際の植物の明るさもまあ程よい光が当たっているので、うまい、本当うまい光が ね、 ね、この夕方の時間じゃないと絶対に出ない、本当出ないですねこのね雰囲気は、うん、すごく綺麗だなと思います。はい、まあそうですね、まあ欲を言えばですね、この、うん、なかなか難しいとは思うんですけど、どうでしょう、建物、建具のバースですよね、うん、やっぱちょっとこう、どうしても撮ってる角度的に ね、 ね、うん、やっぱりちょっとか直線が、ね、上からこう見てる感じなので、おそらくそうです、ね、だから壁の面に向かってレンズの向いてる角度が下を向いてるわけですよ、うんうんうん、だから
ちょっとパースが発生してしまって、あの画面の縁に対しての例えば縦具のラインがちょっと傾きが出てしまうっていうのがちょっともったいないかなって。これはやっぱりデザイン的にとても美しいので、もっとさらにね、そうなんですよ、壁面に対してちょっと水平、あ、じゃない、水平、うん、平行にカメラを持ってこうちょっと腰を下げ、そうですね、プル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 という感じですよね。そうです ね、はい、そんな感じで撮っていただけるとなおのこと、うんうん、完成度が上がるかなって、し静けさとかもね加わってくるかなっていう感じがしますね、うん、はい、そんな感じです、うん、でもすごく素敵です。はい、素敵な一枚ありがとうございます。くま0507さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんないい光だね、今回は。素敵だ ね、素敵ですよね。いい、じゃあ続いてですね、はい、続いての方、ニックネームつゆつゆさん、かわいいな、はい、タイトル非恋し、はい、コメント、今日の先生、はい、高山さんお世話になりました。はい、お世話になりました、ありがとうございます。最初にご視聴いただきました、光広くから狭く気になる人を意識し、うん、床板のひんやりとした質感を表す秋の光を探して建物の裏側から撮影しました、うんうん、あ、感動4000になってしまったところが気になるところです、うんうん、ホワイトバランス、オートと、あ、 M1 マーク2を使ってらっしゃいますね。はい、ね、これね、M1 マーク2だと上限がね最初から6400になってますからね。あ、そうですね、うん、なるほどですね。いや、でもね、これすごくまたヴィンテージのいい色味が引き出せてるなぁとですね、いう一枚ですよね。すっごいこう秋のなんかね、あの光をちょっとこう窓から取り込みつつ、その床面のねこうキラッと輝くあの光の反射、そんなところからこうちょっと晩秋の床の冷たさみたいなところが、ね、冷たいんですよね、そうね、見えてくるっていうね、うん、のがすごくね伝わってきますよ。はい、あの奥のね、あの床面の光が青くて、で手前のちょっとこう床面の反射ちょっと温かみがあって、でその中にまた彩りのね、暖かい ね色がすごくね、いいんですよ。でまた湯気がちゃんと映ってるじゃないですか、ね、ここからポポって出てるいいんですよね。あのうまくこう湯気の出てる部分と背景 あのシャドウになってる部分が重なってるので、こうよりこう湯気のね、立体感が出てくるというか、なかなか湯気取るのってね難しいんですけどね、この背景がうまくこう暗い部分が重なってくれると湯気ってね立ってくるのでね、ちょうどいいアングルからあの撮られているなというところです。またこの後ろの姿のねお父さんのね、このねお父さんの耳が耳ね ね、いいですよね、本当にいいですね。しかも半切りですからね、そう大胆にね、はい、全部入れたくなっちゃうけど、これ、ね、いいんですよ、また半分ってところが ねこうお父さんじゃないんだ見せたいのは、そうお父さん切っちゃうんだみたいなねお父さん別にいいみたいな、そう見せたいのはこのやっぱり色りとその床の反射と、ね、まあ、窓の向こうの ね、はい、なんだっていうのが、ね、すごいね伝わってくんですよ、うん、非恋しですから ねタイトルもいいですよねはい、非恋し本当に、なのですごいそこが分かってらっしゃると切り取られ方だなと思います。あの両サイドをちょっと暗く落とし込んでるんですよね、車体の暗さで、あの左側の壁の部分の、うん、あの影になってる部分と、そのお父さんの背中の影になってる部分とで、うん、あの明るい部分を挟み込んでることによって、いわゆる、うん、あの額縁効果的なね、うん、あの効果が生まれてきていて、うん、より真ん中が明るく感じるっていうのがね、うん、すごくいいですよね。ここに私も一緒に座って酒飲みたい酒、イワナ焼きたいねあ、美味しいですねイワナ焼きたい塩焼き、塩焼きあとね、あのエイヒレとかね、炙っちゃったりとかね、日本酒はつかんでお願いしますいいですねっていうね、
ちょっと雰囲気がね、うん、伝わってくるのがいいなと思います。はい、本当すごく素晴らしい切り取り方ができてて、でちゃんとこちらの写真はパースもねちゃんとこう意識されて、そうですね、こういうところね、そうなんです、ここね、これだけねあったら気になりますからね。そうなんです、縦の線がね、ババババババッとすっごく入ってきてるので、でこれよく聞かれるのは縦の線と横の線どっちを、あどっち優先問題、そうそれしたらいいんですかって言われるんですけど、これはもう間違いなく縦でしょう。だってやっぱり水平じゃない、垂直取りたいじゃないですか、座ってる、そのだってこれ横に合わせたらこうなっちゃうんで、なんでそうやってちょっと捉え方にもよりますけど、やっぱりこれはお父さんドカッと座ってこういう気持ちゆったり、安定した感じで座ってらっしゃるとこを見せたいので、そういった絵に傾きっていうのは必要ないですから、だからやっぱりこう垂直の方を優先して捉えた方が気持ちよいと思います。はい、いやいいですね、大胆な一枚だわ、本当素敵ですよ、めちゃくちゃ素敵で、まあ、ご本人 ISO 4000になってしまったことを後悔されてるんですけど、申し訳ない、職設定でちょっとね、今度お会いしたら私お伝えしますわそこスッとサッとやってね、 ISO オート上限を ね、 そうですね、お下げいたしますわ。でちょっとこういう時ね、ヴィンテージで撮った時にシャドウの部分が持ち上がるじゃないですか、でもしかしたらそこにノイズが乗っかってくる場合があったりするので、そうですね、ちょっとねヴィンテージ使う時にその感度問題とかもちょっと意識確かにされると良いかもしれないですね、まあ、もうちょっと、まあ、下げられそうですから、この感じだと、ね、シャッター速度100分の1ですし、まあね、比較的この感じであればもっとこう半分ないしはもっといって4分の1ぐらいの感度でもいけるかもしれないですね、M1 マーク2ですからね、ですからね、言いたいだけっていうそうでした、まさしくそうですね、はい、はい、ぜひとも今度お会いしたらお伝えしよう、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけですね、はい、ついてさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、では続いての方ですね。おー、なるほど、今回はバリエーションが本当飛んでますね、すごいですね、すごい面白いです、ニックネームヒーポンさん、ヒーポンさん、はい、かわいい、タイトルあの日の1ページと、はい、コメントホワイトバランスをと、光を意識する人、うん、一味違う写真が撮れる気がしてきました、うん、勉強になりました、ありがとうございました、はい、写真は薬局の受付みたいなところ、帳簿の角にピンと合わせました、奥からお店の人も出てきそうということですね。帳簿の角ってところがまたね、フェチですね、角フェチかなやりよるね、やりよる、文字にねピンと合わせず、もうこの反りとか ね、 ちょっとね形、髪の厚みとかね、厚みとか、はい、透け感とかも見えてきますよ ね、 ね、なんかそういったたところをね見てたんだっていうのがすごく伝わってきていいですね、フェチ面白いとこ見てるね、はい、またねタイトルあの日の1ページなのでね、あの日ってとこがいいですね、ですね、あの日あの時、そこでね文字にピンと合わせてもいいんですけど、そうするとね読んじゃうんですよね、読んじゃう問題ね、はい、この場合昭和って書いてあるの、でほら読んじゃうから、うん、ね、そうするとなんかねいろいろいろんなそう文字情報が入ってくることによって、そのタイトルと合わなくなる問題とか出てきちゃったりするんですよね。なんですけど、まあ、そこをあえて角ページの隅にピンと合わせる、で文字はちょっとぼやかすっていうところがまあ憎いなと思ったところです。あ、12、40なんですね。そうですね、なかなかじゃああれですね、はい、40側でもいっぱい20センチまでいってる感じかな、はい、でまあかなりね直射光が当たってんですよね、
きつい光がね、うん、影とか見るとすごく濃い影がね、出て直射日光的にかなり、はい、いるんですけど、これあれですね、ヴィンテージで撮られていらっしゃるようなので、まあその影の濃い部分ちょっとね明るさを起こしてくれてる感じがね、あの、うん、いいかなと思います。通常やっぱりこういう硬い光で撮るとなかなかね難しいですよね。そうですよね。あの特にハイライト部分のあの一番反ってるこのこれウェーブしてるところ、これウェーブ波ね、そうここってもう確実に白飛びするよね、するんですよね、赤く点滅しちゃうやつよ。そうおそらくあの喉の部分なんかのハイライトもここ、ね、多分もしかしたら出てるかもしれないですけど、ギリギリかな。ここちゃんと喉っていうところがね、もうねマニアックですね。普通喉って言わないからここのとこ。なんて言うんですか。わかんない。角？え、これじゃ天の声さん。いや多分喉が合ってんじゃないの。喉でいいと。喉が専門用語だから。はい。はい、でやっぱそこのね質感がしっかり残ってるっていうのがね。またいいとこですよね、うん、うまくこうマッチしてますねフィルターがね。これこんな風になってなんかあんま気づかなかったな、やっていくの前でこんなに沿ってたっけ。あるのはね大腸があるなっていうのは、うん、その場は覚えてるんだけど、覚えてんだけど、このね形をね、あのフィーチャーしたっていう、そうフィーチャリングしたっていうのが憎いですね。ところが憎いですね、うん、だってこの反りで時代感じるじゃないですか。感じる、そこですよ ね経年も感じるっていうのがすごくいいなって、にくいテーマに合ってる本当に。であのちょっと陰影のこの、うん、また手前の反ってるところの光の当たり方が下の髪からの反射が当たってたりとかして、ここね反射光がね、そう反射光がここがね、そう 特に手前こっちはここね、このそのしかもちょっとこう、ね、グラデーションが出てるところとか、ここね気持ちいいないいね思って、これ髪の質感が見えたりするのが ねマニアックだね、髪好きにはたまらないよね。はい、いやいいですよね、大事な反射光、はい、デーさんの時も言われますからね、デーさんの時の反射光を見てねってね、これが反射光ですよ皆さん、これね消せてますからね、そうね、輪郭だけ描いてたら全部白飛びしてんだぞっていう、反射光を見るんだって言われるんですよデーさんでは。ね、すごくいい光ですよね、うん、かっこいいなと思います、はい、でボケ具合もその 4.5 なのでちょっと後ろの方、そろばんの、ね、これ 4.5 なんだ、そうなんですよ、そろばんの質感というか輪郭とかも見えてるし、でもいやあのボケすぎてなくて、うん、ボケすぎて杉の杉でもなくて、ね、あれちょうどいい、あんボケなさ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 すぎてない、そうよくわかんない、うん、否定ボケすぎてないボケすぎてないじゃない、はい、うん、二重否定なのでちょっとよくわかんない、ね、分かんなくなっちゃった。なのですごくあの周りの情報もほっとよく入れ込みながらのボケ具合なんですよね。で奥のまたちょっとこの ねこういうとことかね、そうキラッと輝いてるところとか、あのソロバの光の当たり具合と とかまたちょっと奥に抜けてくあの扉なんですかね、窓か窓なのか、いいですよね、真っ暗じゃない、うん、いいとこ見てるね、はい、なんかちょっとフェチですね、今日はかなりフェチですねフェチ写真です、はい、いやすごくいいとこ見てると思いました、はい、奥のお店、ね、奥からお店の人が出てきそうっていう、本当そんな感じがしますね、うん、とても良いです、はい、燃えましたキョンちゃん燃えました、はい、光の具合気持ちですね、はい、本当素敵です、はい、ありがとうございました、はい、ぜひまたフェチ写真お待ちしてます、はい、お待ちしてますはい、あと2枚ですね、はい、続いては、はい、よいしょ、ニックネームミントハナナさんですね、はい、バナナかと思ったらハナナちゃんだった、はい、コメント、はい、タイトルお留守番、はい、コメント、はい、ひっそりと留守番している黒電話以上かわいいな、いいですね、あの語りすぎずねえ写真で伝える、はい、いいじゃないですかはい、これレンズが 75mm の 1.8 なんですよね、またいいレンズだからね、これ75mm のいいレンズですよだいぶ売り込みますね
んかみんながいいレンズ使ってくれてるからなんでだろうね。あ、そっか、そっか、そっか、確かにいいレンズ使ってますね。いや、タイトルとこの絵のね、もうまさしく合ってますね。ちょっとこのまた視点がね、あのカウンターっていうんですか、なんていうんですか、あのお店がしてる人の目線、あーですね、っていうのがね、すごく、しかもさっきの台帳これ、あー、そうじゃん、今回すごいですね、さっきの台帳こういう感じなんだ、これこれちょっと面白いですね、面白いな、今日はよくうまくつながってます ね、なんか分かっててやってくれたみたいな読んでる、すごい、空気読んでる、空気読んでるので、この多分ね、ミント花菜さんの時はあのちょっとこう曇り時々雨の、あ、そうか、平日の方ですかね、はい、時だったんですね、そうですね、はい、だからあの強い光は全くなく、でも柔らかい光がまたね渋いというか、うんうん、で、だから柔らかい光なのでむしろこの絵が撮れたってことですね。だから前から、あのなんていうの、うんうん、内側からカウンター側っていうんですか、はい、お店番側から撮ってしまうと外の明るさに、ね、露出合わせてるので手前のこう黒電話とか、うんうん、結構やっぱりあのシャドウ、あの影になってしまってシルエット状態に なってしまわずでもなく、うんうん、あの天気が良いとね光が強いんで、うん、なのでこの日だからこその多分写真だろうなって見てて思いました。で黒電話にね、あの遠くからちょっとお店のちょっと奥の方からピントを合わせていらっしゃるんですけれども、うんうん、でもねこのボケがいいですね、ボケがいい、ありがとう、75ミリの子止めてくれてありがとうありがとう。でも84センチもないなきゃいけないんだぞ、そうこれこんなに奥に入れたっけと思って今ちょっと調べてたんですけど、そうなんですよね、私これどこでしたっけ、これって多分あの最初のあの黄色の飛ばす、あと都電のところの横のお店です。はい、あ、なんか入れたっけ、多分ね入れたんですよ、そうでしたか、はい、でよくこんなに引けたもんだな、ね、かなり引いてるんですよね、75ミリなんで、うん、かなり引いて、だから寄ってないってことです、被写体にピント合わせてるものに、うん、だけどやっぱりこの75ミリの望遠のと F1.8 っていう望遠なのにすごい明るいっていう、そうなんです、ありがとうありがとうそうなんです、はい、いいんですよっていうのがこの絵を作ってるわけですね。後ろのボケがすごいじゃないですか、そう、しかも F 値はちゃんと2を選択している、はい、ね、なのでちょっと絞ってね、そうこの人たちがね、はい、程よく、はい、おそらくは人間の目で見るともうちょっとこの人たちは離れて見えてるとは思うんですね、おそらくね、だけどその望遠使ったことによってピント合わせている位置からの見える背景があのちょっと圧縮効果で近寄ってくるはずなんですよ。で、多分ね、だからあの同じようなあの電話の大きさをであの広角で撮っちゃうと後ろの背景いろんなもの入り込んで結構邪魔なはずなんですけど、あの 75mm で撮ってるので余計なもの背景が映る背景が狭くなるので、うんうん、余計な情報をそぎ落としながら見せたいところだけをこう取り込んでらっしゃるのが憎い。これちゃんと自分でこのレンズ選択されてるとしたら、してますね、この日は 75mm を持ってっていません、はい、だとすれば、うん、すごくあの、うん、ちゃんとしっかりレンズの使いこなしができてるのかなという印象です。はい、より夜、はい、とても素晴らしいですね。あの奥に人がいることでまたねこっち向いてくんないかなとか来てくんないかなって感じもね、うん、なんかしたりもしますし、またこのひっそりとっていうところのこの距離感 ね寄ってない、うん、そこがうまいと思いました。 75mm はその距離感が難しいレンズですから ね、そうですね、基本的には主役が大きくなりすぎちゃう問題があって、そうなんです、そうなんです、後ろに離れたいけどもう引けないわみたいな感じのことが起こりやすいんですけど、はい、だから相当
当奥から撮ったってことですね。相当体も反ってんじゃないかな。でもちゃんと水平そう垂直に出ててしかも立ち位置っていうね松田もプルプルする頑張ってますよこれは、ね、すごいなと思いました。すごい、うん、すごくよく撮れていますよ、うん、はい。ISO400 で125分の1ね、うんうん、なるほど、はい、露出は 0.0 ということで、はい、いやすごくねいいですね。手前がちょっとこうなんていうんだろう電球かなんかの光が当たってて黒電話が、ね、ちょっと暖かいく浮き上がってる感じもまたね、うん、ツヤっとねいいですね。いいですね。いいレンズだ。そこにつなげるんだ。今日ちょっといやらしくなっちゃうから気をつけないと。はい、いやでもねすごく本当にいいです。ちゃんと額縁構図的なこういう風になかなか撮れないからね、はい、はい、扉と上のなんていうんですか冊子の部分の、うん額をちょっとまた出てるとかまたね、うん、にくいね。そうなんです。入れ込んで額縁構図的に仕上げてるところもにくいですね、うん、はい、すごく上手に切り取られていらっしゃいます。はい、はい、ミント花田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後の方ですね。はい、ここでついに天の声さんのお答えも出していけるかと思っております。はい、先ほどニュース速報のように紙もこちらから入っておりますのでニュース速報みたいだった。はい、では、はい、ニックネームネズデズさんですね、はい、タイトル記憶の呼び水、はい、タイトルだね。川野先生、高山さん、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。父の実家が商売をしており、このレジ車を使っておりました。お客さんがいない時にちょっとだけ触らせてもらってワクワクしたことなど、子供の頃の記憶が蘇る時間となりました。はい、昭和の時間はやっぱりとても落ち着きます。うん、という一枚ですね。そうなんだ。そうなんだね。すごい。そりゃワクワクしますよね。こんなね。いや絶対押しまくりたいですよね。本当ですよ。だって必ずチーク玩具にあるじゃないですか。ある。こういうやつ。とか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 って押せるやつね。チーンとかって。そうそう、レジスターが好きで。そう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 。で中にね、子供銀行とかね。そうそう、子供銀行とか入ってるの。入っちゃってて、すごく楽しかった。イケアでも売ってた。イケアでも最近、うん、今も欲しい。ちょっと。イケアで売ってる。売ってた売ってた。ちょっと欲しかった。いいですね。またおしゃれ、うん、無駄におしゃれなやつですね。そう、安かったし。いやこんなおしゃれじゃないけど、こっちも絶対おしゃれだけど。レトロでね。そう。で、そうなんですね。やっぱ昭和の時間っていう感じが、その、まあ、レジスタ、こう、あと、ネズネズさんの場合は、まあ、まあ、うん、正面っていうか、裏側正面っていうんですかね。ボタン側の正面から、うんうん、まあ、撮られていらっしゃって、先ほどね、レジスタのお写真、もう一枚ありましたけど、 そうですね、まあ、その撮られ方とはまたちょっと、かなちょっと引いた状態で、どのボタンにピント合わせてっていうよりかは、まあ、そのレジスターのその裏側のその特徴的な部分っていうのを、うん、まあ、見せたかったんだろうなっていうところが、うんうんうん、まあ、撮り方の違いっていうところでしょうか。で、またこのレジスターってロあのなんていうかフォントがまたねかわいい、日本キャッシュレジスター、日本キャッシュレジスターもう一回言っちゃったおしゃれです ね、 ね、日本キャッシュレジスターって、ちょっとまたねこの感じがちょっとまあレトロな 感、うん、ね、感じでまた雰囲気出てますよね。まあ、これもどこまで入れるか問題って結構あってね、難しいところではあるんですけれども、うん、まあ、だからついやりがちなのはレジスター全体を入れ込んで撮ってしまうとかでやっちゃうんですね。やっぱり入れたいですもんね。入れたいですよね、うん、でやっぱりそうするとねどうしてもただ物を撮ってるだけっていう、ね、そうなんですよね、記録写真になっちゃう、うん、そうなんですよ。なので、まあ、どこを見せたいかっていうのをまず考えて切り取らなきゃいけないわけですよね、うん、だからネズデズさんの場合はこのたくさんボタンが並んでいるところにワクワクしたというところを感じる一枚かなと思います。まあまあ、あと右側にちょっとこうお店の雰囲気を入れ込みつつなんですけど、おっとこれも 25mm、 おは出た 1.2 だぞありがとうございますねずずさん、ずずさん思ってくれてますからね、はい、皆さんこのにじみボケ見てくださいね、はい、にじんでますね、いいですね、これは開放かな、うん、はい、開放だね、開放ですね、素晴らしいね、はい、ね、なのでね、F1.2 だからね感度も200でね撮れちゃうっていうね、
うん、暗い場所でもね感度を上げなくていいっていうね。そうなの、はい、そこ行ってくれてありがとうなのでまあでもね、私個人的には、まあはい、あのネズデズさんの撮り方の場合ですと、もうちょっと後ろを見せてもいいかなって気もしなくはないんですよ。確かにね、ちょっとまあ2か3.5 までいかないぐらいか。そうなんですよ、うん、その売ってる棚のものも見せていくっていう、うん、やっぱそのお店がね、お商売をされていてとか、うんうん、そのっていうところで、まあ別に酒屋さんではなかったと思うんですけど、まあそういった意味でもちょっとこう雰囲気を、情報を見せていってもいいかなってちょっと思ったりもしました。うん、うんうん、まあそうですね、これちょっとこう、うん、ここのあのレジスターのね、こう台の部分の四角がちょっとね、ここね、そうなんですよね、ここ歪んでるというか傾いてるっていうのか、立ってる角度がちょっと正面じゃないっていうのか、ちょっとそこのね微妙なこう、ね、うん、まあ、四角じゃないって、長方形じゃない的な、うんってところがちょっと気になるんですよね、この微妙な分かってしまう感が。うーん、なのでちょっと微妙の傾き、そうなんですよ、ちょっとそこ、そうそう、上はそうでもないんですよ、だから多分撮り方、撮ってる角度ですかね。そうですね、こっち合わせにして撮っちゃって、うん、まあ、上が若干曲がってもいいかなって感じですよね、多分ね、感じとしてはね、うん、やっぱこの日本レジスターが素敵だから。そうですね、なのでまあ、ちょっとそこですかね、うん、気になる部分とすれば、はい、うん、うん、まあそんな感じです、はい、でちなみにじゃあこのイロハニコヘト問題ですね、どういう、まず箇条書きにおいて条ごとに古記号としてしようというね、うん、ものと、まあ、イロハニコが 1,2,3,4,5 に合ってるっていうことですね。はい、ね、確かに確かに、そういうことなんだ。あとはですね、はい、こちらまたスタッフの予想で仕分け部門なのかなと、うん、仕分けとか部門分け、まあ、つまり酒の時はイで、醤油の時はロとかね、みたいに使っていたのではないかという予想もありますね。これありそうですね。へえ、そっかそっか、スタッフ確かにこういうこと今のレジでもありますもんね、はい、なんかこの10番は、はい、あの雑誌とかってありますもん ね確かにやる、まあ、いわゆるあのこの後動画のところにね、諸説ありますとかね、そう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 、大切欲しい入れてくんないですかこれやってて諸説あります、米印スタッフ予想です、はい、よし、これでいいでしょう、はい、ってことですかね。あと荒物屋は、うん、あの雑貨店ってことみたいですね、日用品ってことですね。本当荒いって、あの、ね、この荒ぶるの荒ですね、荒ぶるもの、はい、まあ、結構荒く扱う、日々使うってことですよね、きっと日用品的にね。そういうことなんですね、荒物屋、はい、いやでもね、本当面白いですね。いや面白い、はい、本当にうまくね、自分のこう心境をうまく、うん、捉えられているのかなと思いました、はい、いろんなレジスター一つでも ね、いろんな捉え方がありますね、はい、うん、本当本当、今日はたくさんのバリエーション見せていただきましたね、はい、はい、いや素敵、記憶の呼び水ということで、はい、ネズネズさん、はい、まあ、ちょっと傾きだけ気をつけてみてください、ね、ちょっとだけこれ後でクイッてやってクイッて、そうですね、クイッてやってクイッてこう直せるのね、はい、はい、ではネズネズさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、これで全員のお写真の公表が終了しましたかね。はい、いや見応えありましたね。いやバリエーションが飛んでるのと、なんかみんな光と影ね、うん、うん、すごい、すごい、いい光を捉えられてらっしゃいました ね。もうちょっとなんかワクワクしちゃいました。はい、まあぜひね、まあ、今回参加された方もそうでない方もですね、うん、あこういう光の捉え方ができるんだなって、そういうところを見るんだなとか、うん、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ね、まあ、建物園はね、もうずっとね同じ場所に同じようにありますので、鎮座してますからね、はい、鎮座なので、まあ、このね皆さんの作品を見て、うんうん、あ私もこんな風に撮ってみようとか、うん、ぜひ真似てみるのも面白いかなと思います。結構ね撮影会でも建物へ行ってるんですけど、これだけバリエーションがあるの見たの初めてですね、はい、あ本当ですか、皆さん楽しんでらっしゃる。比較的引きの絵はなかったですね、建物自体を撮るっていう絵がね、
あ、そうですね、先生のやっぱりアドバイスの効果がすごい大きいんだろうなと思いますね、うん、そこは確かにね。あとほら建物園のその、うん、建物だけ撮るっていうのもちょっとお伝えはしたんですけど、うん、外観を撮るっていうのもお伝えしたんですけど、うん、あのカラーコーンとかねあって撮りづらかったりね、なんかねありましたね。あのここ の、 そのねボランティアさんがね、うん、あまりにも皆さんのことを考えてくれすぎてね、はい、柿が落ちてくる問題、ね、そうでホーミングが頭にホーミング先をキャッチしちゃうからって言ってね、そうなんです。でちょっと囲ったりとかね、銭湯のねいい通りがカラーコーンと赤黄色と黒のね線でこうちょっとそこがね撮りづらかったっていうのはあるかもしれないですね。今後ちょっと受けてくれたら嬉しいな、はいはい。まあ、でもやっぱり絵になりやすいのはこういう寄りの写真の方が確かに印象的ではありますけど ね、 本当にね先生のテキストアドバイスのような素敵な撮り方ね、はい、皆さんしていただいたと思いますね、はい、ありがとうございました。本当にでは静粛ながら先生の写真の方に入っていただきたいと思いますので、はいはい、恐縮です。今回その、ね、テキストに掲載した、はい、作例であるとかまあ、こんな場所ですよ的な説明カットであるとか、これは説明カットですね。ねこういうとこですよ、はい、ということですね、はい、そうなんです。これもねなるべくカラーコーンとか入らないようにこの、ね、左側にちょうどカラーコーンがありましたから ね、 ね路面電車の下の左側にね、そうなんです、そうなんです。なかなか難しいなっていうところであります。でもあのちょっと着物のお姉さん素敵です ね、 ね黄色い着物のお姉さんいたんですね、はい、素敵素敵、はい、なかなか場所に合ってますよね。ちょっと次行きましょう。はい、お出た、はい、ブラシ、まあ、あのやっぱり都電ね、あの旧都電ですか。そうですね、新橋行き、はい、これは、新橋とどこ間だっけな、新橋渋谷じゃなかった、渋谷間か、そうですね、はい、あそこの246を昔走ってたってことかな、はい。でまあ、ここもねあのかなり人気の場所なので結構人がね出入りしたりするんですよね。であと都電の奥にあのちょっとこうベンチとか、うん、人工的な近代的なものがあったりとかするので絶妙に隠してありますねこれ木でね絶妙もうそう隠す隠す、はい、こういうことです、はい、余計なものは隠す、うん、でまあ、あの人とかねピント合わせちゃうとなかなかこう、ね、ネットに上げられなかったりとかあとちょっと見えすぎ問題があるので、うん、あのブラスとかね、はい。まあ、これシャッター速度多分15分の1ぐらいですかね。いい塩梅ですね、はい、でブラしてます、うん、はい、外人さんですか、ね、多分外人っぽかったですね。スタイルがいいね、はい、このまた合わない感じがね、シュッつって違和感が ね、 なっていね面白いね、はい、観光に来たんだなっていう違和感ですね、うん、観光客の方も増えてました ね、 ね、何しろタイムスリップとかタイムスリップ確かにタイムは、はい、そんな感じです。はい、これですよ ね、 ね皆さんやりたがっ参加者の方が真似したかった一枚、ね、はい、そうなんです、まあ、これね一番手前の釣り革にピント合わせているので、まあ、あのピントを、ね、近いところに合わせると後ろがボケやすくなるのでね、はい、まあ、そういったところの練習でもありますね、うん、はい、まあ、これ確か ね、 いいね、F 値 4.5 とかそのぐらいだった気がしますね。あ、そうだ、4.5 ですね。もう絶妙ですね。だからあのね、ボケすぎちゃうんですよ、F 点に。やだー、ごめんなさい。ありがとうございます、協力いただいて。そうなんです。みんな 1.2 はすごいんだぞ。そう、なんで、だから 1.2 で撮ってしまうと、もうだから輪郭がもうとろけてしまうので、ね、後ろにそういる人とか、かななね、そうなんです、そうなんです。うん、なので、まあ、4.5 ぐらいで撮ると、うんうん、あ、程よいなっていう程よいですね、はい、ことで、まあ、絞りました。綺麗にね、はい、くっきりシャープでしょ、ピント合ってるところね。そういうことよ、そういうことよ。はい、そんな感じですね。あ、ここね、はい、これもね同じように真似されて頑張って撮られてる方いらっしゃいましたが、うん、同じにならない、同じにならないというね、泣きながらやってらっしゃいましたね。そうそうそう、何が違うか分からないと言って。そうなんです、これね、またこれもだから 25mm で、うん、F1.2 で撮ってるんですけど、この時大体そのレンズが多かったんですね、うんうん、でやっぱ F1.2 の良さってやっぱ離れ多少離れててもボケてくれるっていうのがあって。なるほど、はい、あのほど離れすぎちゃダメなんですけど、うん、あの何が今言いたいかっていうと手前の前ボケの話です、うん、はい、ね、右下のとこですね、はい、そこがあの同じようにボケてくれないって皆さん言うんですよ。でピントは奥の、そう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 言ってた言ってた、そう奥 の、 あの火鉢、うん、はい、これね、はい、うんうん、
でそこに合わせてるんですけれども、そうすると同じ距離感で撮ろうとすると前ボケさせるものがちょっとカメラから離れてしまうので、あれだけボケてくんないんですよね、うん、だけどやっぱ F1.2 なのでボケちゃう、ね、だーボケちゃったボケちゃったってね、はい、まあ、それによってちょっとね、奥行き感をちょっと強調させるような効果が出てきたり、ね、するわけですね、はい、まあ、そんな感じですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、水筒、これは荒物屋ですね、うん、はい、物が多すぎて何を取っていいのか困っちゃう問題の、ね、主役がどこにいるんだか、ネズミ捕りとかもここでしたよね、はい、そうですそうです、多分あの水筒の裏とかじゃない、あ、本当だ、ここだ、そうですね、多分すごいすごい、今日はいろいろつながってますね、はい、で、まあ、ここもね、やっぱどこ何を主役にするかっていうので、まあ、さっきネズミ捕りだったら光が印象的に当たってる場所でありましたし、この写真だと水筒の色、赤がすごくやっぱり、うん、主役感強い色なので、うん、目にパッと入ってくる色なので、うん、まあ、なのでそういったところを狙ってあげると、まあ、目が自然とそこに行きますよねっていう、うん、主役感出せますよねっていうことで、まあ、この水筒もそこにピンと合わせたっていう、これも日本水筒なんですね、はあ、いや、なんか懐かしいっていうか使ったことないですけどね、この形、こういうのも使ったことないけど、でもね、懐かしさを感じる、不思議な、ね、すごいレトロですよね、レトロ、いいですよね、で後ろの背景もちょっとこう右側が窓になってるんですけど、うんうん、窓が全部入ってしまうと白飛びしちゃうんですよ、なので窓は画面の中に入れ込みすぎ、入れずに窓から入ってくる光、後ろのね背景の部分明るくなってるじゃないですか、そこのね、うん、光を利用しながら撮ったっていうところですね、明るいところをボケにするってことですね、はい、まあ、これもだから同じように撮ってみてくださいっていう話した時に、うんうん、こうどこの角度みたいな感じでね、そう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 、皆さんすごく必死に、ね、はい、探されてましたよね、うん、はい、じゃあ次行きましょう、はい、ああ、いきなりのまあ今心の準備まだしてなかったからいや、これいい写真でしょ、はい、これはですね、いい写真、ご説明いただくとね、まあ、はい、一番最後の写真につながるんですが、ちょっとなんかだんだん怖くなってきた先生、私これを見せていいのかと、うん、これはですね、タイトルはですね、うん、あの人はいつかこの街に帰ってくるわっていう、いやいいいいわっていうイメージで、まあ、この場所入れるんですよね、中にね、そうそう、はい、まあ、もちろん入れない部分もあるんですけれども、そうそう、うん、まあ、結構ですね、特に若い女の子はやってましたね、うん、やってました、映えですいつの間にかですね、はい、江戸東京建物はインスタ映えスポットに変わっていたんです、はい、皆さん、そうそうそう、知っていましたか、知っていましたか、あのね、楽しいんですよね、これね、お客さんが教えてくれてね、某方々が、はい、なりきる、そう、なりきる、はい、この先生の表情見てください、私も撮りながらですねカメラマン高山の心が若干ね芽生えましたね先生いいって言ってねはい、っていうちょっと楽しみ方もありますっていう一つの提案ですよね、うん、いいです、ちょっと今思えばこのお手を振らないでくださいの看板は入れないべきだったのね、ちょっともっと角度ちょっと変えたらあれですかね、うん、はい、ちょっともう少しだったので悔しいわ、はい、まあ、いや、素敵素敵、はい、撮り方もあります、はい、自分がなりきる、なりきる、はい、縦位置も取ったな、そうですね、縦位置も上げよう、はい、でもね、この表情が一番いいんですよはいはい、はい、インスタ映えですね、じゃあ次行きましょう、はい、あー、はい、いい、上から見てなかった、黒電話ね、このツヤっと光る感じがね、綺麗だなってね思いますね、これも、まあ、しっとりとした、はい、光を感じるというか、そんな一枚で、ね、これおばあちゃん家にあったんですよね、はい、だって電電公社じゃない、あのマーク、このマーク知らないですもんね、きっと普通 NTT とかじゃないから ね、はい、このマークだよ、これ、いやすごいですね、しかもこれ一回ジーってやってからもう一回戻ってからだからね、マークも、そうですよ、多分知らない方もいますよね、きっとね、しかもダイヤルが戻りきってないっていう、そう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 ちょっとずれてるって詰まっちゃったんだね、はい、まあ、そんな感じで、はい、はい、だんだん送るのがドキドキしてくる、これ、そう、あ、
これはまあ、単なるキッチンなんですけど、この回り込んでくる光の美しさっていうんですかね、あの壁のその反射部分のグラデーションとか、まあ、ちょっと右側に外の景色のグリーンを入れ込んだりとかして、まあ、ちょっとこんな場所にで私もお料理してみたいはしないけどみたいな、こういうシンク素敵よねみたいなね、はい、そんな感じですね、うん、はい、だからまあ光のその見つけ方の一例としてこれは撮ってます、うん、はい、これは皆さん真似っこしてる方もいましたね。そうですね。じゃあ次行きましょう、はい、あ、私これ好きなんですよね。はい、そうそう、だからこれ建物だけ撮っても面白くないんで、その人の出入りするシーンをこうちょっとぶらしたりしながら撮るとどうでしょうっていう、そういったまあ一つの提案です。うん、はい、まあ、そんな感じです、ね、ちょうどいい女の子来たわって感じですもんね。はい、またね赤い服でね、すごくこの子ももしかすると映えガールでしょうかね。あ、かもしれないです ね前はいなかったんですよ、こういうおしゃれな子たち。なんか、ね、でもそうなんですよね、きっとね、確かに。あと外人も多かったよね。多かった多かった、すごいね、すごいね、観光地として、うん、平日なんかだってもガラガラでしたから ね、うん、基本 ね本当におじいちゃんとかが意外とそう賑わってましたよね。うん、まあ、まあ建物を撮る時にはね、こうシンメトリーとかね意識されるとまたいいでしょうねっていうような話とかもしましたね。うん、ですね、気持ちの良い一枚と瞬間。はい、はいはい、では次ですね。いきますか。はい、あのこれね、なんだっけ、ノリ、そうですね、 LTD さん、 LTD さんも捉えてらっしゃいましたけど、私はあの蛇口の方ではなくって、やっぱりその、うん、銭湯といえばみたいな、ザっていう、うん、この富士山登りたいみたいな好きだっていうね富士山も登ってますからね、一回高山も一回登ってます、ね、いいですよね、うん、っていう感じの、まあ、雰囲気をちょっと見せたかったので、まあ、あの蛇口は前ボケにして奥行き感を出しつつ、雰囲気出しつつの、まあ、壁画メインっていう感じですかね、うん、はい、まあ、そんな一枚ですね、はい、うん、ちょっといいですか、もうなんかドキドキして送れないんですけど、それで、はい、ここですよね、あやずさんが質問されていた、どうもインパクトがなくて人を入れた方がいいですかねっていう、あそこの答えにつながってくるのがこちらです。これちょっとワイプ消していただくとこれはですね、全世界に配信された、そう、安心してください、あの履いてますよ、そうです、安心してください、はい、履いています、はい、まあいわゆる錯覚ですね、錯覚ですね、はい、いかにして脱いでるように見せるかっていう、うん、はい、何ですかね、そのあやずさんがね、そうです、こんな撮り方があるんですよって言って、私研究してきたのって言ってね、うこうやってもうスマートフォンをシュ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 っつってね、はい、拾ってこられてね、シュ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 ってやって、はい、これと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 これが撮るからって言ってマジでっつって、ちょっとね、そうなんです、我々の勉強がてらね、はい、でまあどうすると服が見えないかっていうアングルね、そうで、そう、まくるんですよ、めっちゃ、はい、アングル問題とね、隠す問題、こうするんですよ、そうですね、こうやってね、で、すっごい深いんですこのお風呂、ちなみにこれ男湯です、そうそうそう、富士山男湯じゃないと富士山ないから、ね、そうなんです、で、まあ、そうするとですね、まあ、このまくってるね腕だけがね、うんうん、見えてくるので、うんうん、ちょっとこうね、あのバスロマンな感じになるわけですね、細川ふみんふうみんのこともうみんな知らないってふうみんのこと絶対あの天の子さん知らないんですよ、あっちの右の子とか、ふうみんのこと知らない、絶対ない、若い子は知らない、きっとちょっと調べておいてくださいっていうね、そうですよ、細川ふみん知ってた方がいいよ
そう本当まあちょっとそんな感じの錯覚になるっていうちょっと面白い取り方ですね。これね意外に盛り上がりましてね、我々ちょっと盛り上がりすぎまして、若干スタッフの方にそろそろ変わっていただいてよろしいですかって言われてしまいましてね。占領しすぎじゃないですよ、申し訳ありませんでした。周りの方にご迷惑かけちゃいけません、はい、そうですね、はい、ほどほどにしながら楽しむと、はい、まあ、だからこれもだから写真の妙ですよね。そうですね、はい、いかにしてこうね それっぽく見せるかっていう、うん、はい、すいませんこれだけです。こんなにすいませんでした、長くちゃってね申し訳なかったですけど、はい、まあちょっとそういう撮り方もちょっとできる、そうですね、まあ面白い場所ですよね、はい、はい、まあ、ついついねこうちょっと自分がその世界に入り込めるっていうのがあって、うん、まあ、この建物園じゃだけじゃなくて網走監獄とかもね、そういうそうおっしゃってましたね。私その網走監獄に一応行ってみたくてはい、できたりするんですけど、村井先生とね基本先生がそこで弾けたらしくて、はい、私もね本当にねぜひとも行ってみたい、はい、そういういろんな視点で楽しめる場所だと思うので、うん、ぜひぜひ皆さんも足を運ばれてみると良いかなと思います、うん、はい、ぜひぜひ。もうこれね、ポイントは慣れきることですね。慣れきることですね。これ全然ね興味ない人は全然興味ないからね、面白かったですよね。私全然興味ありませんという顔でね、そうそういいんです、それでそれが写真楽しさです。はい、はい、そうですね、ぜひともまたやりたいですね、はい、はい、ぜひぜひまた新しい世界をね、むしろそれの撮影会でしたいなってちょっと思ったりしました、はい、ぜひともね新しい企画として面白いかもしれません、はい、はい、キョン先生ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。失礼いたしました、はい、お目汚し失礼しました、お目汚しました、着衣ですから、はい、着衣、はい、それでそれじゃあちょっと失礼して、なんかちょっとねまだまだホットですね、気持ちが良いでしょ、はい、ですね、そうしましたら、次回のホットルージュの、ね、ご案内も、ね、させていただきますね、はい、とこちらが配信される頃にはもしかすると前になってする、いるかもしれませんけども、そちらね、はい、ご了承いただければと思います。で、今度のホットルージュですね、次回は、秋の神代植物公園を撮影散歩ということですね、はい、でこちら平日版が11月22日の木曜日、はい、1時から4時いい夫婦の日ですよ。そうです大丈夫ですか、お仕事でいつもすいません、お誕生日にも仕事するし大丈夫です、いい夫婦の日も仕事するし本当に申し訳ない、大丈夫です、はい、こちら1時から4時で、まあ、紅葉かな、そうです ね紅葉ないしはまあちょっと残ってる枯れたバラとかあるんですか ねあるかもしれないし、あとあれが、はい、あと植物園でしたっけ、温室もあるし、はい、あと某鬼太郎さんもいらっしゃるし、神代寺の方にちょっとあっちで映えができるかもしれませんねなるほどですね、はい、そちらの方にも足を伸ばしてみてもいいかもしれません。お蕎麦がね美味しい、はい、ちょっとこちらねもうあれですかね、お休みバージョンは、はい、お休みバージョンはちょっと定になっておりますね、はい、申し訳ありません。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、で続いては読売ランドでイルミネーションを散歩撮影、この季節が来ましたね、そんな時期になりましたね、なこの写真懐かしくないですか本当ですね、懐かしいですね昔ね赤レンガではこういうことやってたんだよ昔の赤レンガはねこの話は言いましたね、はい、長くなるからね、はい、こちらは12月の6日、はい、3時から6時で、はい、場所はねこちらは、読売ランドですね、読売ランドですね、はい、ジュエルイルミネーションでしたっけ、そうですそうです、すごく華やかですよね、めちゃくちゃ日本でも最大級ぐらいですね、うん、そう多分ランキングに入ってくる、またパワーアップしたって噂がありますので、はい、今年からはだからね、すごい楽しみに、はい、ぜひぜひ、ね、多分平日の方が空いてます、そうです、空いてますっていうか空いてます、空いてると思います、はい、よろしければね、はい、取りやすい、あと寒さ対策もねしていただいて、寒いですからね、そうですね、はい、でこちらもねやっぱりお休みバージョンの方が今もう満員になってしまって申し訳ありません、ね、ありがとうございます、はい、本当にまたね、はい、今後もですね先生とキョン先生と行く撮影会たくさん開催されますので、はい、年内は一応予定としては12月はねこの読売ランドが最後になりますけれども、ね、はい、本当1年お世話になりますやだやだ早いなまとめ早い、これやってるの11月だからまだまとめ早い、やだやだ、いやー本当にたくさんね、いろんなところに行っています、はい、先生ありがとうございます、行きましたけど、ね、まだまだ今年終わらないので、はい、年内よろしくお願いします、はい、年内またハトルージュキョン先生よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、今回はね初めてのご参加の方もたくさんいらっしゃいましたので、そうですね、ぜひともねまた来ていただければと思いますので、はい、全然怖くなかった、はい、
ったですよ ね怖くなかったよね。怖かった、多分大丈夫、ちょっと引かれちゃった部分あるかな。大丈夫、いや大丈夫なはずです。大丈夫だと思う、大丈夫なはず、ついてきてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは参加された皆様、ご覧いただいた皆様、ちょっと長時間になりまして、いつも本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。またのね、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、しましたら、キョン先生ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。またね。また。